それではお時間になりましたのでただいまよりトヨタ財団シンポジウムみんなと考えるメンタルヘルスアスリートという生き方を事例にを始めさせていただきます本日はハイブリッド開催ということで会場にお越しいただいた方オンラインで視聴してくださっている方大変多くの方にご参加いただき誠にありがとうございます本シンポジウムは公益財団法人 トヨタ財団が助成する2つの研究プロジェクトの成果に基づき、トヨタ財団の主催厚生労働省スポーツ庁の講演により開催いたします。メンタルヘルスを自分ごととして捉える大切さやアスリートのキャリア形成において、重要な就労問題や社会保障について、専門家とアスリートの方々、そして皆様と一緒に議論していきます。 私本日司会進行を務めます杉崎桃子と申しますどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございますそれでは初めに主催者を代表いたしまして公益財団法人豊田財団会長小平信頼よ,より開会のご挨拶をさせていただきます小平会長よろしくお願いいたします トヨタ財団の小平でございます本日は大忙しい中多数ご出席をいただきまして誠にありがとうございますまた本日はハイブリッド開催ということでオンラインで約300名の方にご視聴をいただいております厚く御礼を申し上げますトヨタ財団は再来年で創立50周年を迎えますこの 50, 50年の間に そののの時々の経済社会の変化に対応しししなながら、い,ろいろなプロジェクトをを助成をしてまいりまりた,ただ助成金を差し上げるということだけではなく多面的なご支援を申し上げるということで努力をしてきておりますが例えばそれぞれのプロジェクトに担当のプログラムオフィサーを配置をいたしましていろいろなご相談に応じると。 そういうよういよなことをやってきてきおりますまた近年では女性を受けられた方々の交流を促進をする豊田財団がハブとなってネットワークを形成するそうしたことで知見や経験を共有して研究の対象のさらなる進化幅の広がりにつなげていきたいそういう取り組みも 今強化をしつつあります研究プロジェクトの一つの課題は研究の成果をどのように社会に発信をするかということでございましてこれは研究をされる方々トヨタ財団にとっても大きな課題の一つでございますそのためにトヨタ財団といたしましてはいろいろな発表会でございますとか交流会あるいはオンライン の会を開催いたしましてできるだけ社会に対しまして開かれた研究になるように努めてきております今日のこのシンポジウムもそうした思いで企画をさせていただいたわけでございまして先ほどご紹介がございましたように今日ご登壇をいただきますお嬢さんと佐さんは トヨタ財団の助成を受けられた方々でございますこのシンポジウムを企画いたしましたところ大変多くの方々にご支援をいただきまして素晴らしい登壇者の方々をお招きをすることができましたまた今日のタイトルでございますけれどもみんなで考えるメンタルヘルスということにさせていただいておりますこれは まさしく今の社会においてメンタルヘルスが大変皆さんのある意味では共通の課題になっているということがあるわけでございますけれどももう一つは先ほど申し上げましたように研究の成果をみんなで共有をして考えるそのことによって豊田財団が最初に設立を されましときに、より一層の幸せの実現、まあ、今の言葉で言いますと、ウェルビーングということになるかと思いますが、その実現、それから新たな社会福祉の実現、そうした豊田財団の設立の理念と思いにつながるようなシンポジウムにさせていただきたいと、そういう思いを込めて、このタイトルにさせていただきました。 本日はそれぞれの分野で大変活躍し、実績を上げておられる方々によるシンポジウムでございますので、私も大変多く学べるというふうに期待をいたしておりますし、皆様にとっても大変意義のあるシンポジウムになると確信をいたしております。本日はよろしししくお願いいいたた。まます。どううもありがとうございました 小平会長ありがとうございましたそれでは続きまして豊田財団評議員でスペシャルオリンピックス日本理事長五輪メダリストの有森裕子様よりシンポジウム開催に向けた応援メッセージをいただきたいと思います有森様よろししくお願いいたします。 皆さんこんにちは。正直ですね、私挨拶する側じゃなくて、あのそちらに座って今日しっかりとあの勉強したい方側にいたいのですけれども、先ほどご紹介いただきましたように、私自身が今トヨタ財団の評議員という立場をいただいております。あのまあ、正直何が分かっているわけではないんですが、まあ、今日私にとってもあの非常に興味深いタイトルです。あのまあアスリートとして、まあ、マラソンランナーとして長年 トッ,プトップアスリートって自分で言うのになったんですね、一応、オリンピックとかに出たなんですけれども、あまり考えたことのない言葉ですね、そしてまた、アスリートが先ほど強いというふうな、メンタル強いね、健康だよねってこう思われてることにずっと違和感を覚えていたところがあります、私自身もある部分では強い、ある部分ではとても弱い。 そしてある部分では健康でもある部分ではとっても不健康っていうあのそういったことをずっと,こうと向き合いながらえアスリートスポーツを通して生きてきた時間が長かった中で改めてこういった「メンタルヘルス」っていうタイトルであの言われた時に何をどうどの角度からどういうふうに考えればいいのかなってちょっと迷うところもあります。何何をを…健康というのか何を こう健康じゃないといとうのかメンタルってどの部分のメンタルなんだろうそれはあのまあスポーツでいうと本当に競技それぞれ競技によって違いがかなりあるようなところもあると思いますそういった意味では今日あのもちろんスポーツ選手がこの後登壇されていろんな話をされると思いますがあの多分ここに来られている皆さんが本当の意味でなんかこう考えていた知っていたと思っているものの幅が もっと広がるんじゃなないかな見方考え方がもっともっといろんな角度からになるのかな、えー、そういったことがこう皆さんに今日このシンポジウムを通して、えー、取り込んでいただければあのこのシンポジウムは非常に有意義なものとしてなのではないかなと期待をしておりますで私自身もあの期待しておりますので、えー、ぜひ、えー、いろんな意味であの興味を持ってこの時間を過ごしていただけたらと思いますし今日登壇される皆さんは。 もうバシバシいろんな会話をしていただいてですね、登壇してる人たちさえもなんかこうあそうだったんだねっていう,ようなまあそういうことがあのシンポジウムの醍醐味かなと思っておりますのでぜひそういったいい意味であの皆さんが何か一つでも多く興味を持って聞いていただけるようなそんな時間になればと思っておりますぜひあのゆっくりとはいあの聞いていただきたいと思いますよろしくお願いします。 有森様ありがとうございました続きましてスポーツ庁長官で東京医科歯か大学特命教授五輪メダリストの室伏浩二様よりビデオによる応援メッセージが届いておりますのでこちらをご覧ください皆さんこんにちはスポーツ庁長官の室伏浩二ですトヨタ財団イニシアティブプログラムシンポジウム、えー、みんなと考えるエンタルヘルス アスリートという生き方を事例にの開催に際しまして、一言、ご挨拶ささせていただきます。豊田財団におかれましては、世界的な視野に立ち、生活、自然環境、社会福祉、教育文化などの領域において、時代のニーズに対応した課題に関する研究や事業に対して、助成を行っており、その貢献に深く敬意を表します。 さて、スポーツを行うことは全ての人の権利であり自発性のもとに各々の関心適正等に応じて安全かつ公正な環境のもとでスポーツに参画する機会等が確保されなければならないことがスポーツ基本法の全文に掲げられておりますそのためスポーツ庁ではスポーツを通じて一人一人の人生や 社会が豊かになることを目指し国民のスポーツ実施率を向上させ日々の生活の中でスポーツの価値を享受できる社会を構築するという目標を掲げておりますその達成に向けて東京オリンピック・パラリンピック競技大会で得られた科学的知見の一般への普及と新たな視点でスポーツの価値を高めること等に取り組んでおります またアスリートに対する誹謗中傷等に対する昨今の状況等も踏まえアスリートのメンタルヘルスの向上に取り組み安心して競技できる環境づくりを進めるためにハイパフォーマンスセンターを中心に心理面のサポートの充実等に取り組んでいますさらにアスリートが引退後のキャリアにおいて競技で培った能力を発揮し 活躍することはアスリート自身の人生の充実という点のみならずスポーツの価値を高めスポーツ参画人口の拡大や競技力の向上にも寄与しますそのため関係団体企業等が一体となってアスリートのキャリア形成に向けた支援を行うコンソーシアムの運営等に取り組んでいます本日のシンポジウムでは アスリートのメンタルヘルスに関する課題やセカンドキャリアについてアスリートや専門家の経験や知見が共有されながらご参加の皆様と共に情報意見交換がなされると伺っておりますアスリートのメンタルヘルス課題やセカンドキャリアについて考えることは大変有意義であり本日のシンポジウムを通じてアスリートの経験や 専門家の知見が多くの人に広く伝わりアスリートのメンタルヘルス課題やセカンドキャリアのより一層の理解が深まることを期待しております結びに本日のシンポジウムにおいて活発な意見交換がなされ実り大き者となりますことを記念いたしまして挨拶をさせていただきます室内様ありがとうございました それではこれより第1部アスリートと考える次世代のメンタルヘルスに移りたいと思います第1部ではトヨタ財団イニシアティブプログラムの女性プロジェクトアスリートのアスリートによるみんなのためのメンタルヘルス教育プログラムの開発の活動に基づきアスリートとメンタルヘルスの問題について考えますまずはプロジェクト代表のおじお安隆様より アスリートと若者のメンタルヘルスと題しまして、ご発表いただきます。よろしくお願いいたします。このマイクは大丈夫ですね。あ、ご紹介ありがとうございます。えー、っおじわやすたかです、えー。まずは、あのトヨタ財団の皆さんあの、このようなシンポジウムを企画してくださってありがとうございます。 そしてえー、っと今日会場に来てくださった皆さんありがとうございます、えー。あとはオンラインで参加の皆さんもありがとうございます。はい、えー、今日はメンタルヘルスというあのなかなか考えることにも抵抗があるようなあのテーマですけれどもあのワイワイと話しながら、えー、登壇者の皆さんとも話しながら、えー、活発に議論できればなというふうに思っております。ではよろしくお願いいたします。はい。 こちらでお話をさせていただきたいんですけど、最初にあの自己紹介させていただきます。改めまして、おじょうやすたかと申します。も、えと、ー、はあの思春期のメンタルヘルスを専門にやってきてですね、特に学校のメンタルヘルス教育専門にやってました。それでこういった若者の若者に影響を与えうる存在であるスポーツ界ですねのメンタルヘルスを今取り組んでおります。 で今日こちららの話を中心的にさせてもらいますそして、えっと、現在は国立精神・神経医療研究センターというところに所属しておりまして、えー、ここでは予防から回復までメンタルヘルスについて幅広くあの扱っております、えー。ここに写真ありますけれども、えー、ここのメンバーでこのプロジェクトについても力を合わせてあの進めております。 えー、ここから改めてお話をさせていただきたいんですけれども、えー、これ今の社会におけるメンタルヘルスへの認識ですねあのこういうふうに感じてます。えー、不調を経験しててて初めてメンタルヘルヘスが自分ごととにになる社会だという,ふうに思ってますでこういった社会に対してこうスポーツ界がメンタルヘルスについて積極的に取り組むことでメンタルヘルスを自分ごとにというようなあのメッセージを広く社会に届けられるんじゃないかというふうに思ってます。 昨年度まであのトヨタ財団さんから助成いただいてです、ねえー、研究知見を重ねてきました、えー、そして、えー、今年度新たにアスリートのアスリートによるみんなのためのメンタルヘルス教育プログラムの開発ということをスタートしておりますでこれまでの成果と、えー、私たちの目指すものですねについてお話をさせていただこうと思います、はいえー、メンタルヘルスとは、えー、定義 実はあの幅広いものでしでて、ね、メンタルヘルスの不調とか障害精神疾患の有無とか程度っていうようなこの横軸に書いてあるものですねあのこういったものもあればその人がその人らしく生きられているかそういった状態なのかという縦軸のイメージもありますで今日は特にですねこの横軸の方についてお話を進めたいと思っております 最初にこのスポーツ界のメンタルヘルスアスリートのメンタルヘルスについてですねこの領域の国際的な流れの中での日本の位置づけについてちょっとだけご紹介をしたいと思います日本ではここ最近でこのアスリートのメンタルヘルスについてはトピックになりましたけれども国際的にはそれ以前から注目が注目されてたものです2018年から国際スポーツ機関から 少なくとも9件のステートメントが発表されてました。でここではこんなことを言われてアスリートのメンタルヘルスの不調障害というのは珍しくないんだということですね。で、その割合は一般人と同等あるいは少し高いというふうに言われてます。例えば男性チームスポーツやってる人はうと最大45%の選手が不安抑痛を経験しているんだと。そしてアスリートを1年間追いかけた 調査だと35%の選手がその中で不調を経験したということを言われています。でこの発表されたステートメントの中で,です、ね、あの2つの課題があの示されています。1つはメンタルヘスの課題についてアス,リートのアスリート個人だけじゃなくて周囲のスタッフあるいはこう組織全体をで取り組んでいく必要があるんだということを言われていてで2つ目はアスリート個人だけじゃなくて周囲のスタッフあるいは組織全体で取り組んでいく必要があるんだということを言われてい目は。 ここのの分野の教育医療研究を推進してていいいいかなきゃいけなけんだということう言われています例えばメンタルヘルスリテラシーの底上げだったりメンタルヘル,ル,ルスケアに関するこう医療の専門家を育成すること人材を増やすことそしてそういった取り組みの中でデータを蓄積して効果的な実践の精度を高めるんだということが課題として言われております。 国際スポーツ機関から出されているステートメントですけれども非常に大きな労力をかけて発表されましたただ残念ながらですね日本の研究知見というのはここに一件も引用されてなかったということですで国内には実践が全くないというわけじゃないんですけど、えー、集団としてアスリート集団としてどのくらいの人が不調を経験していてなぜその不調を来すのかというような基礎情報を 報告したたがなかったでまたそういった知見がですねあの国際学術誌で発表されてこなかったということがあって国際議論に日本の実態が含まれていなかったんだということは考えられましたそういった背景からラグビー選手会の皆さんと共同研究プロジェクトを立ち上げております2019年ですねそして海外から IOC のワーキンググループのメンバーからも協力いただきながら進めております 得られた知見はこの後、あの二人出てもらいますけれども、弱いは強いプロジェクトというもので発信をしております。何よりの基礎である実態把握のための調査進めてきております。日本のアスリートであるラグビー選手も、一般人や海外アスリートと同程度にメンタルエルスの不調を経験するんだということを報告しています。日本のラグビー選手においては、この1ヶ月で42.2%、 2.4人に一人の割合で何らかのメンタルヘルスの不調を経験していましたあと10% 10人に一人は専門家の支援が必要な状態だったということそして右下ですね7.6% 13人の一人の割合で死にたい気持ちを抱えていました屈強な体で強靭な精神を備えるとそう信じられているラグビー選手もです、ね、メンタルヘルスの不調を経験するんだということを示しました じゃあ不調を抱えたときにアスリートはどのような対処行動をするんだろうかということもあのデータの分析から少しずつ分かってきました。3つの結果を得られてます。1つは右下ですけれども症状が重いほどつまりこうケアが必要な選手ほど相談できていない可能性が示されました見えてきました。2つ目は左上ですね。メンタルエースについて知識が高い選手っていうのは 他者が不調の時には手を差し伸べることができそうだということを示しました。で3つ目はこの真ん中です。えー、とはいえですね、こう自分が不調のときにはメンタルヘルスの知識があっても相談しようとは考えられないじゃないかということを示しました。でこの研究ではメンタルヘルスの知識はもちろん大事なんですけれども、それと同時に相談しやすい環境も作っていかなくてはいけないんじゃないかと、それが言えそうな研究でした。 で毎年の調査から他にもいろんな知見が得られたんですけれども同時に課題も見えてきてます、えー、対象者を広げての、えー、調査が必要で女性アスリートだとか、えー、パラ競技者の、えー、知見というのは国際的にも知見が非常に少ないところですそしてアントラージュにはほとんど手がつけられていませんでこれからできればこう日本で大規模に調査していきたいのであのぜひご協力いただければ幸いです これあのお話しさせていただきたいと思います。あの国際的にはメンタルヘルスケアシステムの運用があの開始されています。IOC から国際標準のツールキット発表されています。1つはメンタルヘルスの知識とか考え方をガイドするようなものです。これは JOC の先生方と一緒に日本語版の作成をしてすでに公表しております。日本でもメンタルヘルスの理解を高める機会を作りたいと思っています。そして えー、不調障害をスクリーニングするツール、あとは緊急時の対応ガイド、これについてもあの日本語版公開されております。えー、スポーツ界でメンタルヘルスケアもフィジカルヘルスと同じ程度に同じ水準で、えー、提供されるようにしたいと思ってます、はい。これも紹介させてもらえていいですか、<laughs> 時間が押してますけど、あのオーストラリア、先進的であのぜひモデルにしたいものです。あのオーースストトラリアンインイポーツ とメルボルン大学が連携してですねケアシステムを展開してます24時間365日サポートをしていて心理師が初期対応して治療を含めたケアシステムというのが展開されておりますこの AIS ではですねメンタルフィットネスプログラムというものも展開していてです、ね、これはメンタルヘルスの啓発の取り組みになりますさまざまな競技アスリートが学校とか職場とかスポーツクラブを訪問して メンタルヘルスの専門家と一緒にワークショップしています素晴らしい取り組みなのでぜひやりたいなというふうに思ってますこういった参考事例を、ね、日本で何とか導入できないかということを考えてますでアスリートによる情報発信とか、えー、スポーツ界でメンタルヘルスに取り組む意義っていうのはこう次世代を担う若者にとっても大きな影響を与えるものだと思ってますでそういった取り組みを通じてですね 初めてメンタルレス自分事になる社会というのが少しでもこう変わっていけばというふうに思ってます。スポーツ界からの取り組みで広く社会に貢献したいというふうに思ってます。以上です。<laughs> すみません、時間がいきなり押してしまいましたけれども、<laughs> はい。お嬢様ありがとうございました。お嬢様にはそのまま残っていただきます。 続きましてトヨタ財団の女性プロジェクトを契機に立ち上げた弱いは強いプロジェクトについてご紹介いただきますお話ししてくださるのはおじお様と横浜キャノンイーグルス所属プロラグビー選手川村真様とクリエイティブディレクターコピーライターの吉谷五郎様ですよろしくお願い致しますああ どうもあの我々三人で立ち上げてあの三人ともお揃いのね T シャツ着てるんでなんかちょっと漫才トリオうかなんかにね見えてでパッと見この人は真面目な話するんでこう突っ込みかと思いきや一番意外とボケてボケて僕ら二人にいつも突っ込まれて僕はないんですけどねやってるんですけどもねこれマイク交換しましょういやいいですいいです同じですから、はい。はい じゃあ行きましょうか <laughs> はいどうぞ、何が大丈夫ですか、さん、はい、まず自己紹介をはい、えー、ご紹介を預かりました、河村慎と申します、今、横浜キャノンイーグルスで、2番、フッカーというポジションで、スクラムをガツンと組むポジションで、現役で活動しております、その傍らというか、まあ、こちらも本業なんですけれども、アスリートのメンタルヘルスの発信と、その先ほど、お嬢さんからの話もあった、選手のメンタルヘルス、まあ、もしくはキャリア。 いろんなところも含めて、統括的なサポートプログラムの開発の社団の代表でもあります。本日はよろしくお願いします。<laughs> ちょっとあの、ね、あのご本人いないから言えるんですけど、室伏さんのメッセージぐらいから、すごい硬くなってきてるんで。この会場自体が、ちょっと柔らかい感じで。<laughs> 後から見,、はい、見られると思いますか、ね。面白くいきたいなと思ってます。今のはカットしてくださいね。お願いします。<laughs> 大丈夫です。あ、じゃあ、私も、えっ、ー、と、吉谷五郎と言います。 えなんかね一番いかがわしいあのなんか肩書きだったんですけども <laughs> あの例えばあのコピーライターといってですねあの言葉を書く仕事であの2019年のラグビーのワールドカップの,あの4年に一度じゃない一生に一度だというコピーを書いたりえ結構あの湘南ベルマールという J リーグの,あのスポーツチームに,こう胸に今もユニフォームに入っているこう楽しめているかというスローガンを書いたりとか。 あと裏方だと RBODY っていうあのトレーナーカンパニーなんですけどそこのリネを作ったりとかあのずっと一緒に社長と。という,あの何でしょうスポーツ周りのこうブランディングっていうとちょっとあれですけどまあそういうことをやってます、はい、じゃあまず最初に新さんから、はい、あのおじおさんからお話があったいわゆるプロジェクトというところとあの第3部でお話しする予定のプレイヤーデベロップメントプログラムっていう PDP と。 呼ばれている選手の包括的なサポートプログラムに関して、えー、今日は皆さんといろいろお話をしていこうかなと思うんですけど、まあ、そこの初めの導入となった僕が選手会会長のときに選手のサポートが必要だなと思った課題かについてちょっとお話をさせていただければと思います。えー、と今今僕ははももう会会長長ででなくててて退任していいて代目の会長があのいるんですけれども、えーその 僕の一個前の畠山さんというえと日本代表の選手の時からですねえどうにか選手会の方で選手のサポートプログラムを開発できないかと、なかなかこう選手会にえー属しているけれどもあのこのメリットは何だとその選手会に属しているメリットは何なんだみたいなことをよく選手から言われるのでまあいろんなメリットがあるんですけれども分かりやすくこのサポートプログラムみたいなのがあるといいよねみたいな話をしていました。 でそんな中で、まあ、おじおさん含め、えー、と海外の、えー、ラグビーの選手会も含めです、ね、いろんな方々に出会ってです、ねえー、後ほどお話をするそのプレイヤーデベロップメントプログラムというところに出会ってこれを日本に導入していきたいなという思いがありましたなので、まあ、ラグビー選手発信ではあるんですけれどもこういうプログラムをです、ね、いろんな、えー、競技の方々に広めていきたいなというのが僕らの思いですただもう一つ理由がありまして 僕自身今も現役でアスリートなんですけれどもまあメンタルヘルスの課題感というのがまあ僕は日本代表になったこともなければどこかのオリンピックに出たこともないいわゆる低ペ p のアスリートみたいなところがあってですね多分僕みたいな選手の人の方がすごく多いと思うんであのこういう感覚を持った人がいっぱいいるんじゃないかなと思うんですけれども練習をしたり頑張って努力をしたりしてもまあ結局やっぱり試合に出る選手出ない選手っていうのが出てきて。 えー、ラグビー選手で言えばシーズン中一番報われる選手は優勝したチームの先発15人だけですよねもしかしたらその人たちの中にも日本代表になれない選手がいて最終的には報われないなと思ってる人がいるかもしれないで僕自身も頑張ってトレーニングしても試合に出れない時期とかがあって自分の課題感の中にメンタルヘルスって重要だなっていうのがあった中で先ほどお話しした専門家たちとの出会いがあったので まあこういうものをサポートしていくシステムというのが非常に大事だなと実感して今の活動に至っていますなのでお嬢さんたちのような研究者の方々とまあ専門的な知識を共有して発信していきたいと思いましたしそのメッセージを世の中側アスリートを迎える側の人たちにもぜひ伝えていきたいということで五郎さんにもお願いして社会へのコミュニケーションというところでお力添えをいただいています 今のお話を受けてそうして生まれたのがトヨタ財団さんにも本当にお世話になりましたこの弱いは強いプロジェクトというプロジェクトですでもネーミングももう話しているうちにこういうことを結局世の中に伝えたいんだということでですね、まあ、我々のビジョンというのを一応私あのみんなの話を聞いて書きまして間違いを認めること嘘のない自分であること周りの目を恐れないこと孤独とうまく付き合っていくこと そんな自分の弱さに真正面から向き合うには誰だって勇気がいる誰もが弱さをさらけ出して弱さを受け入れられる社会へとえいうことをえ書きましたで僕らはもう本当この下の赤くなっている2行を目指して今いろんな活動をしています特にこの一番下の受け入れられる方が大事だっていう話をちょっと後でもしたいと思いますで僕らの考えっていうのはこう弱さっていうのは誰もが持っていてそれをさらけ出すことは悪いことじゃないんだよと でみんなが弱さを交換し合うことでみんなの強さを生かし合う社会にできるんじゃないかっていうのが、えー、我々の考えです。でちょっとた例えばで考えたのがこういうので、えーまあ、例えばですね、まあ、マイナスが別に弱いという記号で,ではないですけども、まあ、誰かなかなか自分でそれを見たくないって受け入れられないマイナスなものが、まあ、掛け算でねマイナスで掛け合わされば、まあ、やっぱみんなの強さになるとなのでこうお互いを受け入れ支え合う社会ができるんじゃないかっていうことでどんどんみんなが弱さを出せば だだだ出せてしかも受け入れる環境があればもっとみんなが誰かが活躍する場はできるだろうということを考えてますそれてこ金魚の水槽の話って言われてこうあそれ知ってるっていう人がいたらあのなかなかあのぜひ仲間に入ってほしいんですけど知ってる人いますか <laughs> あいらっしゃった本当ですかす<ご>いじゃもうちょっとあとで名刺交換を <laughs>、はい、あのこれ何かっていうとですねあの水槽のき金魚が病気になった時にあの 点滴みたいなのを垂らすと金魚は元気になるらしいんですねなんですけどそれを一度やるとずっと垂らし続けないと金魚はもう死んじゃうらしいんですで一番いい解決方法は水槽をとにかくきれいにして酸素を常に送り込んでとにかく環境お水をきれいにすることなんですってこの悩みを人に話しなさいってこう悩んでる金魚に点滴垂らしてアプローチするだけじゃ実は世の中解決しなくて話せないから悩んでるんです人の悩みを聞ける人を増やす この環境を良くするほうが大事だというのがま我々のプロジェクトですあとで多分詳細河村真さんから PDP というのはまさにこの「でで弱いは強い」プロジェクトっていうのはこの水槽側にアプローチをする取り組みですで我々のやってきたことはまあさっきこれはあのお嬢さんからお嬢先生ですか一応ねお嬢先生からあった <laughs> あの日本ずの調査ですねこれがありまして で結構、これがラグビーのワールドカップが終わった後のこのオリンピックとかで結構話題になって、まあ、いろいろ、我々のデータが、まあ、本当に日本で初めてだったのでどこにもそういうデータがなかったのでいろんなところから声がかかって、えー、紹介していただけたりまたこのホームページを作ってですねいろんな多競技の方からこう賛同の、ね、メッセージいただいてまさにそれはすごく大事なことですということをこう発信したり。 ですね、で我々もラグビー発信というあのプロジェクトなのでラグビー選手にもたくさん声をかけて、えーね、一見強そうに見えるこういう河村選手みたいな人ばかりなんですけども <laughs> あのいかに中身がこうみんなシャイであのほにゃほにゃ豆腐みたいかっていうのをもうさらけ出すコンテンツをたくさん作ってます。で本当にこう地道ななですねあのいろん学学校行ったり小学校行行っったたりり小 えー、いろんな企業から声がけもいただいているので、まあ、そういったところにこうワークショップをしに行ったりもしております。はい、でちょうどょ昨年ですねあの我々のプロジェクトにこう「フォーブスの方があの目を留めてくださってあのスポーツの,このイノベーションの取り組みの,の、えー、一つとして、えー、ノミネートしていただいて、まあ、晴れてあの、ね、グランプリをいただいて、えー、ちょうどギリギリ今も発売しているこの「 え3月号にももう4ページにわたってあの取り上げていただくことができてえよりいろいろやっていこうという感じですよね。はい。川村慎さん。買ってください、ね。<laughs> さい並びがすごかったん、ね、で。はい、本田圭佑さんの次に僕が買ういや。ビルゲイツです。ビルゲイツ、イツ本田圭佑、川村慎です,です、はい。はい。恐縮です。はい。でこれ最後なんですけど、えー、やっていきたいこととしてですねあのこれまだ何も形になってないんで今すぐ誰かがあのここにいらっしゃる方見てる方が。 あ、このビジネスもらったって言ったらあのパクられちゃいます。なんですけどまあ、多分できないだろうと思って、もう言っちゃいます。で、僕らの夢があってですね。今、直近の夢はこう認証パートナー構想というのを考えておりまして、これ画像はイメージです。あの、トヨタ財団さん悪用はしてませんので、<laughs> あのイメージです。あの僕らが。この自分たちは誰もが弱さをさらけ出す。弱さを。受けられる 社会を作りたいのでそれに共感しているっていう部活動やスポーツチームや、まあ、民間企業と一緒に組んでいけないかなとで私たちはまさに弱強と同じことを自分たちの会社でやろうとしてますって意思表示でいいんですやってるかどうかもいいんですもうやろうとしてたいですというのを、えー、何か証をつくれないかなと。 で我々の方で、まあ、独自の指標というとなんか堅苦しいんですけど本当にまあ簡単にお話を聞いたり、えー、どういうことをされているかっていうのを聞いてああもう素晴らしいですねというのをぜひ一緒にこ,うこのビジョンを広めていく仲間になりましょうということをまあ付与するとでそのマークを与えるだけではなくてもちろん我々のからその映像講義のをやってこう受講していただいてメンタルヘルスに関する基礎知識をつけていただいたり。 あとはこうメンタルパフォーマンス向上のためのイベント開催などを組織で行ってもらうとでメンタルヘルスリテラシー向上のための教育プログラムを実施していただく、まあ、それはも我々がどんどんあの力になりたいなとでまたこうメンタルフィットネスに関するアプリを作ってです、ねまあ、ちょうど今朝もまさにそういう話をあのとある会社さんと一緒にあのやってたんですけども、えー、組織のメンタルフィットネスのレベルをまあ本当に独自の,あのやり方で測定をして優秀な組織を 表彰とでこんなことをやってるといいんですよっていうのを社会にも還元して是非、えー、発信して自分たちもこういうのやっていこうっていう機運をよりこう高めていけられたらなと思ってますで当然そのアプリをやるとあのデータがたまるので更、まあ、にそのこう学術的な研究論文にまあお嬢さんのような方が生かしていくようなことができたらなというふうに考えております、はい、という感じなんですがまだ我々のパートねありますが何かお二人 ちょっと先生多分喋りたいことそうですよね <はい S 2> なんかんん黙って黙りすぎてる <はい S 1> ちょっといえ,いえあありがとうございますえっとまず弱いは強いっていう言葉があの吉谷さん作ってくださったんですけどあの本当に自分が考えてきたことがあの言葉にされた時のこうスッキリ感というのがあってですねあのいろんなところでえ感じてきたことはこう心の様子を言葉にして人に伝える まあ人に話す人っていうのは弱い人間だと思われている、そういったことを感じてきたので,で、それをしていって話しやすい環境を作れる人ですね、それをこう弱いは強いというところでこう作っていきたいと、それを吉谷さん、河村さんと一緒にこう話の中でできてで、こういったプロジェクトが進めれて、僕はあの非常に嬉しく思っておりますというところです次、僕やって最後、審査を締めて。はい、はいはい 私はですねあの本当にトヨタ財団さんのおかげでこういう活動できてですねやっぱここの考え方をこれからもよりあの我々はやっていきたいなと思っていてえというのは例えばなんですけどちょっと乱暴に言うと僕は加害者っていうのは被害者だと思うんですね。何かこうで例えば電車で誰かどら怒ど鳴り散らしてしまう人が仮にいたとした場合その人も何かに追われてたり何かに悩んでたりするから起きていると思うんですね。 でつまりこれ、連鎖なんですよ、もう誰かが何かイライラしていることが誰かに行くと、誰かが誰かに行くと、しわ寄せがずっといってるんじゃないかなと思っているので、やっぱりじゃそうなってきたときに、あなた、それをやめなさいっていうのは意味ないんですよ、その人も被害者なんで、ある意味、かわいそうといってかわいそうなのかもしれないです、なので、こういう環境側のアプローチをどうやったらできるだろうっていうのを常に忘れずに、これからの、えー、そういうアプリ開発だったり、こういう認証マークのこともやっていけたらなというふうに考えております。はい、じゃあ最後さんが 五郎さんロゴをちょっっと見ててもらってもらいいですか、はい、まあ言葉尻だけ見るとなんか弱いとか強いとか,なんかその状態が弱いのかとかその状態が強いのかみたいな話にもなると思うんですけど僕らがあの心を込めてこれを伝えたい思いがもうロゴに集まってて、まあ、弱さも強さももう一歩一体で正直弱い強いとかそ,その一義的なもので意味をなしているものじゃないと思うんですよね。 でそしてそれはぐるぐる回って移り変わるものだし有森さんが先ほど最初におっしゃってたある意味で強いけれどもある意味で弱いっていうその部分は特にアスリートの方はすごく持っていてでそういう部分をみんなが見せ合って支え合って何な,ならそこがまた強みに変わってでそういう社会がきっと多分まあ個性だったりみんなのこう生きていく幸せになっていく何か一つのきっかけになるんじゃないかなと思ってて。 でさらにそれをスポーツをやってた人、アスリートが発信していくことの意味っていうのを僕はすごく感じているので、何か一つ、こういうメッセージをなんか日本の文化にまた一つ、おもてなしじゃないですけれども、なんかそういうものにしていけたらなと思ってやっているプロジェクトです。なのでぜひここにいらっしゃる皆さんにもぜひこれからまた引き続き、ご支援とご指導、ご弁達をいただきながら広めていきたいなと思いますので、まだまだ今日あのいろんな。 議論をしていくと思うので今日もまたいい時間にしていきたいなと思いますご清聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございますおじ様河、ま、村様、ま、吉谷様、まありがとうございましたそれでは続きまして第二部アスリートを取り巻くメンタルヘルスの課題に入っていきたいと思いますここでは三名の専門家の方に アスリートが直面するメンタルヘルスの具体的な問題や課題についてお話しいただきますまずはじめにスポーツ心理学者で五輪メダリストの田中ウルベミヤコ様お願いいたしますテーマはトップアスリートのメンタルヘルスとキャリアの課題ですはい改めまして田中ウルベミヤコです皆さんこんにちは今日はよろしくお願いします 大体15分お時間をいただいていますトップアスリートのメンタルヘルスとキャリアの課題ということです、えー、本来メンタルヘルスについてもキャリアについてもしっかりリテラシーという意味で いわゆる先行研究ではどうなっていてどのような理論があるかというようなお話をしていきたいのですが今日は特にメンタルヘルスの方にフォーカスを当ててお話を進めていきたいと思いますしかしこのメンタルヘルスの中にアスリートのキャリアの課題は含まれていますのでそのようにご理解をいただいてあの話を進めていきたいと思っています大きく2点でこの時間はお伝えをしていきますそもそもも メンタルヘルスって何ですかお嬢先生といろいろ共同研究もさせていただいていますその中でまず改めてお嬢さんと少し重複する資料も出てまいりますがまずメンタルヘルスって何ですかそしてトップアスリートのメンタルヘルスって何ですかということが第一点ですここの部分は概略だったり理論だったりというような説明になります2点目としては そもそもメンタルヘルス人によりますよねということで事例を2つ紹介します本来事例をご紹介するとき少なくても1時間は頂戴をしたいものですよねケーススタディなわけですからしかし例えばこんなことをやっているというようなことを後のディスカッションの話題のきっかけの一つとしてやっていければなと思っています 今回、私がタイトルいただいたのがトップアスリートというくくりでしたのでメダ,ルメダリストになったそのプロセスの事例とそして世界一にすでになってしまった方が極端な言い方ですが次にどのようにしていたかそういった大きく2つで紹介をしていきます。 簡単に自分自身です田中ウルベミヤコと言いますぐるっと20代から現在56歳ですので時計回りに今までのやっていたことそしてやっていることを示していますもともとはシンクロナイズドスイミングの選手ですその後に10年間シンクロの代表チームのコーチをアメリカとフランスと日本でやっていました コーチ時代はいわゆる選手を終えてからの10年間だ,だったわけでこの時自分自身のメンタルについてはとても悩んでいたり怒っていたりしたのですがこういったことに対する研究が当時はあまり探すことができず特に自分がその頃に一番思っていた日記に書き記していたことは 「シンクロを取ったら私は誰なんだろう?」という言葉をずっと書いているような、えー、若い女性でした。<laughs> シンクロを取ったら何もないとかシンクロだけでやっていきたい自分がいるとかそもそも私って誰だろうとかいろいろ自分のことを考えていたのが20代です。その考えてもいいんだまた メンタルはそもそも弱いとか強いではなく繊細で良いのだということに気づかせてもらえたのがこのアメリカの大学院に行っていた頃ですスポーツマネジメントというディビジョンの中でのスポーツサイコロジーとして修士課程に行きましたその時にメンタルヘルスというよりはアスリートとしてのスポーツサイコロジーをこの当時に学びました 後30代になって日本に帰ってまいりましてスポーツ心理学会の認定スポーツメンタルトレーニング指導士という資格を取りアスリートの皆さんに対していろいろコンサルテーションをするようになりました報道番組のコメンテーターなどもしていますいろいろなことをかいつまんでご紹介をしていきます現在7競技ののトトップアスリートの 1> 1対1でのメンンタルセッションをやっていますそのほかに経営者だったり研究者だったりまた歌ったり踊ったりをするアーティストグループの方とメンタルトレーニングあるいはメンタルセッションの契約をしている立場が本業です。 ただ IOC ではマーケティング委員というものもやっていますやっていると言いましても年に一回や二回会議をするだけですその中でのこういろいろな情報交換をするというような立場でもありますがこれと同時にキャリアトレーナーという資格を持っています IOC の中で世界の水泳選手に対して引退後にどのような人生を作っていきたいか それも人によりますのでそのことに対してキャリアを一緒に考えていくというような立場もあります企業でもさまざまなコンサルティングというものをやっています48歳の時にいろいろ自分自身に課題を感じ能力のなさを感じまして6年間かかってしまいましたがシステムデザインマネジメントという研究家でシステムズエンジニアリングの手法を学びました 心理学というものをどうやって広めていくとよいのか私が長々と話すといつも難しくなってしまうどのようなシステムにしてどのような制度設計をすると大事なことができるようになるのかそんなことを学ばせてもらいました。博士論文としてはオリンピック選手のののの競技引退後の特にああらゆるる心心理理課課題題ががですそを その人ご本人が一人で作っていくための制度設計そして評価をやりましたこんなような自分ですではどのような課題があるのかまず一つ目メンタルヘルスとは何かということです今日は研究発表なわけでは私の場合はありませんので簡単に三つです様々な研究で明らかになっている現在の トップアスリートのメンタルヘルスの課題は大きく3つです。この3つは順番です。選手はフィジカルのヘルスに対しては怪我をしたり病気になったりすることはようやく受け入れられるようになってまいりました。ようやくというのは私自身は56歳です。40年ほど前に選手をしていたときは 体の怪我ですら言ってはいけないような状況だったことを、えー、とここの皆さんだとその時期に生きているという方もいらっしゃると思いますので、えー、そんなようなリテラシーがやはりこう広まっていないと、えー、体の怪我や病気ですら隠したくなるようなこともありますよねメンタルも一緒で何だか分からないけど強くなきゃいけないというようなことがある。もう一つ大事な点は、 特にトップアスリートの場合だと社会から見られる自分とそして選手としての自分のロール役割ですねと本当の自分という言い方は変なのですがなぜなら選手としての自分も本当の自分なのですが選手以外の other person という言い方ですね人としての自分というものが実はとても大きく隔たりがあるにもかかわらず。 こちらの人としての部分でのいろいろ困ったことだったり悩んだことだったりは当然そのご本人の成長過程に合わせてまあエリクソンなどのモデルに考えれば10代20代30代70代になっても我々の人生の課題は続くわけでその課題のたびに私たちのいわゆるメンタルは弱くなるはずなのにここに対して がどうしても選手としての自分が強くあるべきと思ってしまうとこちらの方にフォーカスがしにくいような状況がアスリートにはあるということが分かってきたちっ小さく書きましたがアスレティックアイデンティティの研究というものはたくさんあります実は自分はアスリートなんだって思っていることでパフォーマンスが向上することはたくさんあります 同時にこのことの弊害もあるというようなことが特に引退後のその方にとっての課題になりますこんなことがあるからこそメンタルってふわっとしてるけど他人に言いにくいんじゃないのかなそもそもリテラシーよくわかんないしそしてもう一つのリテラシーとしては専門家が何をするのかわからない精神科医なのか臨床心理士なのかスポーツサイコロジストなのか それぞれの役職が何をするのか分からないということで現在の課題は日本だけでもありません諸外国での課題として実態に合わせた支援構築がまだまだ難しいのがメンタルヘルスあるいはキャリアにおけるメンタルのサポートですそんなことをようやく2017年以降世界のオリンピアンそしてメダリスト何個もメダルを取った金メダリストのような方々が いいやいや僕弱いです私弱いんですというようなことを発信するようになったのが2017年以降ですそのことによって IOC も動き IOC ではお嬢さんもすでにお話をされていましたメンタルヘルスツールキットというものを発行しここに2021年春と書いてありますそれ以降日本版も作り リテラシーを高めることがいかに重要かというような発信を諸外国でも始めていますじゃあリテラシーって何かですかいつまんで WHO が言っているメンタルヘルスとは何かななななとたくさん書いてありますが最後に書いてある言葉はこれは英語の方が大事なのであえて英語でここは書いています 内面的幸福感って日本語では書いてあるのですが well-being well を幸福感と書いてしまうとちょっと難しいんじゃないですかっていうのがありますねどういうことか well-being ですから幸福感だけではないですねハピネスでではないですハッピーになることが重要ではありませんね あるいは WellHaving でもなければ Doing でもありません。Being って何かを成し遂げれば Well になるのでもないし何かを持ってれば Well なのでもない。Being って何だろう。ここが当然トップだろうがアスリートだろうが何だろうが悩むところです。 それがお嬢さんも先にこの図を出しししていいらっしゃいました。お嬢さんは今回横の部分のお話を精神疾患の有無としてお話をされていましたが私の専門とするところは縦の部分です。トップアスリートが精神疾患のあるなしあるいは身体の疾患のあるなしがあろうとあなたがあなたでいるためにはどのようにしましょうかというメンタルウェルビーイングを高めることというものがメンタルトレーニングでは重要な部分の一つです。 なので例えば、どのようなことをやるのかまず1つ目、えーえー、と両方と,、ね、両方とも、例えばこのような理論を使います。自分自身が担当する方がよくオリンピックのメダリストだったり世界チャンピオンでいらしたりすることが多いのであえて金メダリストの、えー、質的調査から明らかになったようなプロファイルをよく使います。 メンタルヘルヘスが大前提ですこのメンタルヘルスは2つ含みますね精神疾患の有無そしてメンタルウェルビーイングの有無ですねそしてそのことが影響しながら今日ご紹介するのはグレーの部分と黄色の部分の選手をご紹介しますグレーの部分というのは自分のメンタルヘルスを維持しながら自分が試合の時に 怒ったり焦ったり悔しくなったりする感情をどのように上手に気づき調整するかという練習がこのグレーです。緊張しないようにではなく焦らないようにでもなく、えー、ちゃんと緊張の種類に気づきそのことを調整するというようなものがグレーの部分です。えー、そそののの後にご紹介するのが黄色の部分でそれは そういうメンタルコントローラーも上手にできているよというような選手の場合そもそも私って何のためにこの競技やってるんだっけとか私って選手としては自信があるんだけど人間としては自信がないんだけどみたいな時のメンタルヘルスに影響するこの上の部分を一緒にやっていく時もあるというこの2つを簡単に紹介をします。 えー、本来、私は担当している選手のお名前を出すことはありませんでも、今日ご紹介するお二人はぜひ、後輩の皆さんに、えー、自分の競技の後輩の皆さんに自分のメンタルの機微をつまり山があっても谷があっても我々は試合をするわけなのでこの、えー、山の時も良くないわけです調子に乗りすぎるなんていう時もあるで落ちた時だって別にこの状況でなんとかしなきゃいけない。この コーピングの種類を、えー、いろんな人にご紹介したいということで2つのケースを出しています高西博明選手車椅子バスケットボール東京大会のパラリンピックでは銀メダルの、えー、チームのメンバーですベテラン選手でスリーポイントでは世界一のパーセンテージを獲得した選手ですそのスリーポイントでは本当にシュート率が素晴らしいこの彼がこのシュートの時の 指の感覚がメンタルヘルヘスで影響する自分のメンタルヘルスの機微がここに影響するということでちゃんと怒りの自分に気づくとかちゃんと焦る自分に気づくそして最後は自分自身でやることの方が大事勝つよりもというようなことでそこまでのプロセスを8年間やったりもしました。 スストレスの正体を知るここととは悪いいじゃないただただそれを対処し続けることだというようなことをケーススタディとしてはセッションを通してやっていきました。 もう一つは村田亮太選手です。ボクシングの金メダリストであり世界チャンピオン、世界王者であり、そして4月9日、昨年の4月9日にはゴロフキン戦で素晴らしい試合をした村田亮太選手です。すでに NHK で番組も出ましたのでご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、村田選手の場合はなぜゴロフキンさんと試合をするのかということをちゃんとお決めになりたかった。 勝ちち負けはもちろん大事ですもちろん勝ちたたかったでも勝つために重要なことはなぜ勝つことがそんなに自分に重要なのか勝った後にどうするのか自分で腹落ちをすることをやりたい結果的に弱い自分と戦うためにやるんだ勝ち負けではなくそこなんだというようなことに気づいていったというようなことこれもメンタルヘルスがつまりウェルビーイングが全くよくない時高い時 そのときによって、ご自身の言葉の幅が変わっていく。そのことをしっかり記録することで、ご自身がご自身に気づいていくというようなことをやりました。このように、たった2事例です。本来、お人によって、そもそもメンタルヘルスの定義の感覚も違いますし、えー、今日ご紹介したこの2例に対して、どのように、えー 理解をするのかもお人によって違いますまずは事例とそして先行研究をもとに知識を高める知識を広めるということが大事だというふうなことを最後のお伝えしたいと思います大きく4点ですこのことについて知る専門家の種類を知る主体的にが大事です助けを求めるは受動的にすることと主体的にすることがありますね <laughs> ごめんなさい えっと、能動的にすることと受動的にすることがありますねと。なので能動的主体的に助けを求めるってどういう意味かとかでもそれでも人には相談したくないというような例えば20代の私はそんな自分でしたので自分を助けるための自分のやり方とか自分の鍛え方の能力を高めるということも、えー、いろいろな種類があります。えー、ぜひそのようなここととをすることで心も体も体 整えるも大事だし沈めるも大事だが鍛えることも可能ですよねというようなメンタルヘルスのリテラシーが大事だと思っています。最後に私自身たくさんの本を出していますが 私あんまりお勧めしませんあの博士論文を書いてようやく少しまともな文章を書けるようになっています一番最近出たこのトップアスリートならこうする心の整え方はあのぜひぜひお勧めをする本ですお読みいただければ大変うれしく思います以上田中うルべみやこからのものでしたまた後でお目にかかりますありがとうございましたうルべさまありがとうございました 続きまして東京都立大学法学部助教の小川亮様お願いいたしますテーマは憲法学から考えるアスリートへの誹謗中傷対策です小川様のご発表には急遽スペシャルゲストとして全能所属プロ卓球選手で五輪メダリストの石川佳純様にお越しいただいております それではステージの準備が整いましたので小川様石川様どうぞステージ中央の方にお願いいたします小川様と石川様はご親戚ということで石川様にも加わっていただきアスリートの誹謗中傷について実体験なども交えてご発表いただくことになりましたそれではどうぞよろしくお願いいたします よろししくお願いいたします、えっと、東京都立大学で憲法学を研究しております、小川亮と申します今日はです、ね、ここにタイトルがありますけれども、まあ、アスリートの方に対する、まあ、オンラインでの誹謗中傷に対してです、ね、憲法学の観点から、まあ、こういう対策がありますよとか、されてますよということを、まあ、お話をするということで、今回、登壇をさせていただいております。 それでですね、その際にまあたま本当にたまたまなんですけれども私のいとこでですね、石川佳純さんというまあ皆さんご存知のですね、トップアスリートがおられるということでですね、まずですね、石川佳純さんにですね、アスリートが経験しているまず誹謗中傷の現状とかですね、あるいは石川さんがそれにどういうふうに対応しておられるかこういったことをですね、まずお話しいただいてまあ問題提起とそれさせていただいて私から。 それに対してですね応答する形でお話をさせていただければと思っております。本日はよろしくお願いします。<laughs> それでは早速ですね石川さんにまあ自己紹介はも,もしかしたら不要かもしれませんけれどもお話をいただければと思います。お願いします。石川佳純です。今日はよろしくお願いします。<laughs> はい、私は普段まあ選手活動をしていてあの。 試合の結果だったり、まあ、いろんな活動でニュースだったりで扱っていただくこともあるんですけどその時にやっぱりネットニュースを自分の見たりして下にこう、まあ、コメント欄とかがあると思うんですけどそういうのを見た時にあの、まあ、誹謗中傷だったりとか、まあ、事実とは違うことが書いてあったりしてすごくあの、まあ、落ち込んだりもしていてそこで 誹謗中傷とかがすごく書いてあることに対して疑問を感じていて自分のこう周りにいるあのトレーナーさんになんでこの誹謗中傷がそのまんまになっているんですかっていう質問をした時にそれは言論の自由があるからそれをこうなくすことは多分難しいんだよねっていうふうに言われてあそうなんだっていうことに気づいて少しそのコメント欄だったりするに対する見方は変わりはしたんですけどやはりその。 自分自身がこうネットに上がってまあぼう中傷だったりを書かれたときはやっぱりすごく落ち込むときもあったりしたのでそれに対して、すごくあのまあ納得理解はし,たんしてはいるんですけど納得はできない部分はあの残っていてそれをこのいとこの両小川さんにあの質問したりもする機会もすすごく多かったですはいありがとうございます。 今の石川さんの話だとその誹謗中傷する方に言論の自由があるのでそのされる側はちょっと我慢しなきゃいけないみたいになんか見えてしまっているのででもそれって,何ていうか方角的にあどうなんですかということを今日話してきたんですけど普通の感覚としてあの言われてばっかりで我慢しなきゃいけないというのはとてもおかしいことだと思います。 なので、じゃあそれに対してえっと先ほど言った言論の重由てのをま大事にしてきた憲法学が何をやるかについてま少しお話をしてですね。で、最後にまた石川さんにですね。感想とかをいただければなと思っております。それではちょっと報告をさせていただきます。えー、っ まあ最初にですねまあ言論の自由というのはまあいわゆる表現の自由の一部としてですねまあ極めて重要なものと言われているんですけれどもどうなんだという話をしていきたいと思います。まず表現の自由って何で大事なんですかということですね。表現の自由にここにタイて有優越的地位」というなんかちょっと固いことは書いてありますけれどもこれ何を意味しているかというと表現の自由というのは他の憲法上の自由例えば営業する自由とかですねなんだろうな 営業する自由とかあるいはどこかに行く自由とかそういったものよりも基本的にはより大事なんだというふうに憲法学では言われているんですねでなんでそれが大事なのかというとですねこうやってみんながいろんなことについてお話をすると議論をするでそれがですねこうう選挙での投票とか議論の形成につながってそれが法律とか政策に反映されるっていう流れがあります。で その法律や政策がですね皆さんの生活に影響を与えると、それしたら結果、それが皆さんのお話、議論、状況にいろいろ反映されていって、また議論が盛り上がって、それがさらにこの選挙とかの投票とかですね世論の形成につながっていくってこういうサイクルがですねあります。これがまあ民主主義と呼ばれるものなわけですね。なので、この言論の自由がちゃんと保障されていなければ、 適切な政策とか法律は打てなくなって、他の自由もあのうまくいかなくなってしまうと、そういう状況にあるので、表現の自由っていうのは他の自由よりもちゃんと優先して保護されるべきなんだというふうに考えられているわけです。ただですね、ここで注目してほしいのがこの左側ですね。表現の自由っていうことを考えたときには、みんなで自由に議論できると、お互い対等の場でこれは私はこうだと思う。 いいやいや私はそれは違うと思う、なぜならこうである、こういったです、ね、ちゃんとお話ができる環境があって初めて、まあ、意味のある、みんなが、えー、政策的な問題とか、身の前の問題に対して理解を深めて、こうしたらいいんじゃないかっていう意見が形成されて、それが適切に政治に反映される、そういうサイクルができるわけなんですけれども、じゃあ、インターネットってそういう環境ですかっていうところなんですよね。 インターネットでまあよく見られることなんですけどまあちょっとなんか,かわいそうな人っていうあのアイコンを作ってますけどこの人に対してですねまあ非常に多くの人がですねこうやってわー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 ですね物事を言ってそういうことが見られるわけですねでこういう環境だとですねさっきのあの最初の言われてる人の方は何も言えなくなっちゃう状況にあるわけですねもちろん書き込むことはできますだけれどもそれは多くの人の声に書き消されて注目されなかったりとか するわけですねでこれは誰でもそうですし先ほどですね例えば田中さんの先生のお話にもあったようにアスリートであれば自分の弱みを話してはいけないっていうような規範があったりとかあるいは芸能人の方もですねなんか誹謗中傷に反論したりするとなんていうか人気の関係で問題があるとかそういったことが生じてしまってよりしゃべれなくなってしまうわけですね。そううするとこのの状況っていうのは明らかに先ほど 申し上げた表現の自由っていうのは他のように大事ですよっていうことが成り立つ前提である対等にちゃんと議論をして何がいいのか考えましょうっていうこういう前提が成り立ってない状況なわけですねそうするとあの表現の自由って大事だよ芸能の自由って大事だよって憲法学では言うんですけれどもそういう普通の状況とは違うのでもうちょっとゼロから考えて、えー 介入や自制によってですねこのなんか誹謗中傷してくる人たちをある程度抑える必要があるでしょうということをまず皆さんと共有していただきたいと思いますつまり何が言いたいかというと憲法学って表現の自由が大事だ大事だっていうその理由は分かってもらえたと思うんですけど表現の自由が大事だからといってインターネット上の誹謗中傷が表現の自由で守られて OK だそういう話にはならないですよと。 それは前提が違いますよということをまず皆さんと共有したいと思いますその上で,です、ね、じゃあ,あのどうすればいいかということなんですけれどもちょうどです、ね、あの皆さんご存知のインターネットの誹謗中傷によってです、ね、あのテレビに出られたおられた人があの命を落とされてしまったというような事件などをきっかけとして、まあ、法律の改正による対策が出さ,れ始めて出されております、まあ、それを2つ紹介したいいと思います。 一つはですねまあプロバイダー責任制限法の改正というまあこれはなんか難しい言葉なのであれなんですけどこれ何かっていうとですねあのインターネットに書き込んだ人がをより特定しやすくなるというそういう法改正がされましたまあ以前はですねまずですね例えば SNS に書かれたらまず SNS にそれを書いた人の IP アドレスを出しなさいという裁判をまずやるでその次に IP アドレスがゲットしてきたらこの IP アドレスはその ををを使っていいいる人の住所氏名を教えなさいっていう裁判を通信事業者ですねにやるでそれで初めて書き込んだ人の名前が分かってそこから損害賠償の裁判をやるというだから3回も裁判しなければいけなかったという状況があったわけですね。これだと毎回毎回弁護士さんに頼んで時間もお金も使うわけなので,でこれをですね大幅に縮小するような改正がなされました。新たな えと手続きだと、ですねまあ秘書って書いてありますけれども、裁判所に判断をしてもらうんですけれども、もうちょっと簡易な手続きでですね、裁,裁判所にえ申し立てをすると、この SN 事業者とか通信事業者、いちいちあの1回1回やらなくても、まとめてですね住所、氏名までたどり着けるっていう、そういうシステムができました。 なので、まあ、これを使えば、3回の裁判を経ずに、まあ、2, 回裁判2回の裁判を経ずに、この申し立てによって書き込んだ人のです、ね、住所、氏名が分かってで、損害賠償の請求を裁判できるという形で、よりです、ね、簡単にたどり着けになったというのが一つですね。 でもう一つがですねこの侮辱罪の厳罰化、ね、これは皆さんも聞いたことがあるかもしれませんけれども侮辱罪って、まあ、今まではですね、えっと、交留または過料というです、ね、ものだったんですけれどもこの交流留ていうのは30日以下で、まあ、あの捕まるってことなんですけど、まあ、これはほとんどあの実質上に行われてないとで過料っていうのは1万円以下の罰金なので、まあ、侮辱っていうのはめちゃくちゃあの刑罰が軽かったんですね。それをですね、まあ、懲役 いやですね30万円以下の罰金という形により厳罰化をしたというのが今回の改正になります。でこういう改正はですね実はですね本当に最近行われたばっかりで、えっと、先ほどの左側のやつとかは確か昨日かおとといぐらいにあの施行された。 状況なのでこれから効果が出てくるということなのでまず我々としては、まあ、その効果を見守るということになりますあのより使いやすい先ほどの発信者情報解正制度で損害賠償請求やりやすくなったとかあと侮辱罪が厳罰したからみんなそ,そういう書き物が減ったかみたいなことを見ていくことになるただこういうのはですね実はどちらもですね事後書き込まれちゃった後に 警察の方なりあるいは書き込まれた人が頑張ってその人に制裁を加えるっていうシステムなわけですね。そうすると、何ていうか、もう被害は発生してしまっているわけだし、しかも被害者の方は、まあ、警察の方は捕まって裁判になるにしても、いろんな証言とかですね、まあ、いろんな手続きが必要になって、やっぱコストはかかってしまうということで、やっぱり根本的に大事なのは、インターネットの特性を踏まえて、その発信者をどう、 あの発信ししないいいようううに制御していくかとところだと思うんですねもちろんインターネットで表現をし合っていろんなことについて物事を理解を深めるこれがめっちゃ効果がありそうだということは皆さん同意していただけると思うんですけれどもただそれだけじゃないよねっていうことを最初に確認したわけですねなので例えば SNN 事業者がですねもっと適切かつ効果的にあの誹謗中傷にあたる書き込みを制限してもらうというようなことをもっと我々は進めていかなければ いいいけないと思ってますただそれはですね実は SNS 事業者もある程度まあ事業者によるんですけれどもやっているところなのでその実効性が担保されているのか担保されていないとしたらどういった問題があるのかこういったことをですね今後法学者としては見守っていかなければいけないと思います他方でですねまあ今申し上げたのはですねまあ社会的なあるいは法的な問題にとどまるわけですねなので そういうなんてい SNS 業者とか警察とかあるいは官庁がやってくれるということだけじゃなくてまあ我々一人一人ももうちょっと誹謗中傷に対する意識を高めて自分ごと化してえそれをまずさせないぞという雰囲気をですね社会作っていくことも実はこれらの活動をしたぞされるのに極めて重要だと思っていますということでえと私からのまあ報告は閉じさせていただきたいと思います。 最後にですねすみません、ちょっと時間が押しているんですけどもちょっと山下先生から是非石川さんにもコメント欲しいというような先連絡をいただいたのであの石川さんからですね何か今の報告についてまあ感想とかですねあるいは聞きたいこととかがあれば一言お願いいできますかはいあのもちろん SNS だったり見ないっていう対策もあると思うんですけどでも今、たくさんの人の中に SNS っていうのは生活の中に入っていてどうしてもこう、 付き合っていかなきゃいけないしより良いあの使い方もすごくあの自分自身応援メッセージとかもらって知っているのであのやはり誹謗中傷っていうのはやっぱり自分自身言われてすごく傷つくのでこうそれはやっぱりなくなってほしいなと思いますしたくさんの人で私とかアスリートだけじゃなくてやっぱり社会全体でこう誹謗中傷されるって傷つく人はいると思うのでなんかこうみんなでしっかり向き合って。 いける問題なななんじゃないかなと思ってますはいいありがとうございますアスリートだけじゃなくて、まあ、一般の方も被害者になり得る問題とだけれども今石川さんが強調してくださったようにすごくいい面もたくさんあるのでみんなでじゃあどういうふうによく使えるかということを考えてでそれを実際にできるように利用者としても後押ししていくということがまあ大事かなというふうに今石川さんのコメントを受けて改めて思いました。はい ということで私の報告あそして石川さんのあのコメントも含めてですねこのセッションは以上とさせていただければと思います皆さんありがとうございました小川様石川様ありがとうございました続きまして福岡大学法学部教授山下真一様お願いいたします本日はオンラインでの参加となります テーマはアスリートの2つの引退と就労社会保障です山下様にはトヨタ財団イニシアティブプログラムの女性プロジェクトプロスポーツ選手の2つの引退から働き方と社会保障の関係を考えるイノベーティブな社会を支えるためにの成果をもとにお話いただきたいと思いますそれでは山下様準備ができましたらお願いいたします あどうもご紹介ありがとうございます、えー。福岡大学法学部で教授をしております山下と申します。声、あのこれ大丈夫ですかね声聞こえてらっしゃいますでしょうかえっと、じゃあ早速報告をさせていただきますが、あの、ちょっと会場がものすごく綺麗なのに、ちょっと僕の研究室があの汚くて、ちょっと落差が激しくて恐縮ですけど、えっと、画面を出させていただきます。 でえっと、アスリートの2つの引退と就労・社会保障というテーマで、えー、どういうことを考えてきたかということを皆様に、えー、お伝えして、でいろいろと、まあ、ご感想いただければなというふうに思っておりますで。そもそもこの視点なんですが、スポーツ選手は2度引退するという視点を最初に立ててで研究をしてまいりました。でこれ、どういうことかというと、ですね、まあ、引退丸一と引退丸二の2つに引退というのを分けて考えて、 1>, で1つ目が、まあ、いわゆるスポーツからの引退、スポーツ選手の現役引退。で、引退2っていうのが、その元スポーツ選手が老齢期になって、まあ、あらゆる職業生活から引退すると。そういう2つ目の引退。これ、公的年,公的年金の受給開始のことで、まあ、この引退2っていうのは、スポーツ選手であっても、スポーツ選手でなくても、誰しもがあの遭遇するものなんですけど、この引退2の方も、スポーツ選手元スポーツ選手は、まあ その独特な、あのーまあ、困難があるんじゃないかというふうに考えて、この視点で研究をしてきました。で、まあ、引退丸1っていうのが、この図で示すと、現役選手、若い時から現役選手として、職業としてスポーツを活躍して、で、引退丸1、現役引退に遭遇すると。で、その後結局、まあ、一般社会で働くことになって、まあ、セカンドキャリアと一般に呼ばれたりする状況ですね。で、ここで働いて、で、大体65歳ぐらいのメドなんでしょうけど、 すべ、えー、ての職業生活から引退をしてで、公的年金を受給していくと、こういう状況で、えー、引退丸1と引退丸2という2つの引退を考えました。で、これ、なぜスポーツ選手がこの引退丸2と引退丸1、2つの引退で苦労をするというふうに考えたかというとですね、まあ、日本の社会保障の仕組みというのがかなり影響していて、でえっとまあ、日本の社会保障は、その人がどういう仕事をしているかによって、 まあ社会保障の枠組みが変わってくるという仕組みをとっています。で右側の,この会社員、まあ、費用者と呼んだり、労働者と呼んだりしますけど、この会社員というのがちょっと手厚い社会保障を受けられることになっていて、でそれに対して、いわゆる自営業者、個人事業主というのはまあ比較すると、ちょっとまあ手薄な社会保障しか受けられないという形になっている。で これはあの、まあ、具体的に言うとです、ね、引退1に関しては、現役引退時に関しては、会社員とか、あの費用者だったら、まあ、前の仕事を辞めて、次の仕事に行きますっていうときは雇用保証あ、雇用保険っていうの、まあ、いわゆる失業保険ですね、失業保険でお金を受け取りながら、まあ、半年ぐらい、以前の給料の何割か受け取りながら生活ができるんですけど、えー、自営業者、個人事業主にはそういうのがないと。 で日本のプロスポーツ選手というのは自営業者というふうに位置づけられていて、だから、まあ、失業保険、雇用保険にも入れていないので、まあ、ちょっと手薄な求職者支援制度というのしか使えない。でここに格差の一つ目があって、でもう一つはその老後のことですけど、引退周りにのことですけど、会社員、費用者の人は厚生年金というのに入れるけど、個人事業主の人は国民年金にしか入れない。 引退後も続くとすると、まあ、老後の年金って多分10万円ぐらい差が出てきます。で、国民年金だけにずっと入ってたら、あの平均受給額は大体5万6千円1ヶ月あたり5万6千円ぐらいで、これじゃあちょっと生活はもちろんできないし、まあ、その先で,です、ねあのまあ、介護施設に入る、介護保険を受けながら、まあ、例えばその認知症になったので、あの老人ホームに入るというときでも、5万6千円で入れる老人ホームなんてない,ないんですよね。 そういうふうにあの働き方によって社会保障が違うってことでプロ選手っていう、プロスポーツ選手っていうのはちょっと困難な状況に陥りがちだとで。さらにちょっと困ったことには、プロスポーツ選手と社員選手でもちょっと位置づけが変わってきて、同じくスポーツで生計を立てている人であっても、いわゆる社員選手、実業団選手っていうのは、会社員と同じ枠に入って、まあ、フルメニューの社会保障を受けられるのに、プロだけがちょっと違うよっていうことがあります。 この辺もかなり難しい問題になってきていると。ということで、まあ、今みたいなその個人事業主としてのプロスポーツ選手がちょっと困ったことになっているというのの解決策としては、大体3つぐらいの方針が考えられる。1つ目が、選手個々人で対処してください。まあまあ、そのよく言われる言葉で言うと、自己責任ですよみたいな話があり得る。でもう一方の反対側には、社会保障を改革しましょうという方針もありえる。 働き方で社会保障が分かれるっていうのはおかしいじゃないですかということもあり得る。で、その最後のところ、僕が今あの研究でやっているところでもあるんですけど、今回のトヨタ財団からあの支援を受けてやった研究では、そのスポーツ選手たちの団体がですね、選手会とか、あるいはスポーツ会がどういうふうに対処しているのかということをちょっといろいろ研究をしてみました。で、その結果がこのお、まあ、図の中に まとめられているんですけど、ちょっとまあ図が、あ文字が小さくて恐縮ですけど、えー、とまず2つに分かれています、えー。引退丸1、すなわち現役引退時、つまりセカンドキャリアにまあ入る、いわゆるセカンドキャリアに入る時期について、どういう保証が現に日本のスポーツ界でやられているのかなというのを分析したのが上の表で,で、それに対して下の方のこのオレンジの色がついているところが引退丸2、老齢期について、 まあそのスポーツ界でどのような保証がされているのかというのを見たのが、こっちの下の方の表です。で、まずその現役引退時に各選手会とか各競技団体がどういうことをやっているか、まあ、全て網羅的に調査したわけではなくて、あの10個前後、十数個の選手会とか団体にいろいろインタビュー、調査させていただいて、整理した結果、まずその現役時引退時への保証のあり方としては、一つが金銭給付モデル。お金を 配りましょう引退する選手に、現役引退する選手にお金を配りましょうというモデルが1つ。それ,にそれの反対側に、現役引退する選手に次の職業を得られるような手助けをしましょう。雇用保障モデルと名前付けましたが、この2つがあるわけですね。お金を給付するか、それとも職を得られる手助けをするか。こういう2つがあって、まあ、両方ともやっている、あのー、スポーツもあります。が、えっと、どちらかというとですね、金銭給付ができる。 ような競技とといいうのは少ななかったと思いますなぜならやはり財源が必要になるからということですよね、まあ。とあるスポーツでは引退時に一定の金銭、まあ、100万円の引退時のお金っていうのを給付する一律ですね。そういうことをやってますし、別のスポーツでは小規模企業共済っていって、まあ、個人事業主の人が一般の 社会一般の個人事業主の人が廃業するときに受け取れるような小規模企業共済というのにあの入るための手助けというか、金銭的な補助をあの選手会でやっているというパターンもありました。で、3つ目がすごく特徴的なんですが、あの引退する選手が出たときに引退試合を開催して、でその引退試合の,あの収益をあの本人に一定割合で還元する。場合によってはあのかなりの額になると。 こういうこともあって、これは結構その、ファンとしてもその引退する選手の最後の、あのー、融資を見られるしで、そのファンがいっぱい行けば、その収益が大きくなって、本人に還元される金額も大きくなる。これ、すごく理想的な仕組みの一つだなと思いました。ただ、この程度で、あのー、金銭給付モデルっていうのはやっぱり少なかった。でそれに対して雇用保障モデルっていうので、さらにこの雇用保障モデルが2つに分かれていて、1つが直接的な雇用。 つまり、まあ、いわゆる社員選手、実業団選手というのは、競技を引退した後も直接あの会社に残る、社業に専念するという形があり得ます。それと同様のことがあのプロスポーツ界でもやられているパターンがありました。でそれは、あ,のある面その、現役に対しても次の職には困らないという点ではすごくいいんですけど、他方で、あのここのセリフのとこ書いてますけど、自分が本当にやりたいことがこれだったのかというふうに悩むケースもあると。 いうことがインタビューで明らかになりました。でもう一つは間接的雇用保障というモデルで、まあ、その要は職業能力をつくあの高めるためのいろんなビジネススキル講習会、職業体験、あとはあ企業とのマッチングみたいなことをやる。結局、この間接的な雇用保障というのが、まあ、引退丸1に対するサポートとしては一番多かったとっいうのが現状でした。でさらに、次に引退丸2。 その選手時代の功績に応じた老齢期の、まあ、例えば年金みたいな仕組みですけど、あのー、選手年金みたいな、アメリカのメジャーリーグとかでよくやるような、ああいう選手年金というのは、現在、日本ではもうあのほぼほぼ存在しないと言っていいのが現状です。それはやっぱり財源確保が難しいからだということが調査で明らかになって、唯一、国民年金基金といって、自営業者のための国民年金をさらに上乗せする仕組みがあって。 それにあの加入するための掛け金を補助するという仕組みをやっているスポーツがありましたが、ほぼ唯一の例と言っていいで。結局、じゃあもう老後のことどうすればいいかっていうと、もう本人がどうにかするしかないっていうのが現状でした。現役引退した後に可能な限りスムーズに次の職を得る。で、老後を見据えた試験形成をするっていうのが本人がやるしかないんだっていうのが現状でした。でそうすると、そこで得られる視点が、それでいいのかなっていうところがありまして。 つまり引退丸1、現役引退した後に、さっきその僕自身が検討する視点で、お金、金銭給付と食、雇用保障みたいなことを言ったけどそ、それだけじゃないんじゃないかってことですよね。結局、キャリアの転機、現役引退して次のキャリアみたいな時は、誰もがやっぱり悩むはずなので、そのお金とか職業の、引退後のお金とか食の話とメンタルヘルスの話を、今までがちょっとわ分けて考えすぎだったんじゃないかという気がしました。 でもうちょっと言い換えると、現役引退した後に次の職に就ければ、あるいはお金があればすべて安泰かというと、おそらくそうではないんですね。例えば、海外の例でよく挙げられるのが、現役時に高所得でものすごく貯蓄のあるアスリートがあの、まあ、引退した後に破産するという例もたくさんある。そうなると、やっぱりアスリートに対する、生きることに対するその総合的な支援というのが重要になるんじゃないかなというふうに思います。 そこで、あのまあ、第3部の方で川村さんからあのご説明があると思いますけど、プレイヤーディベロップメントプログラム、PDP っていうあの取り組みがあってで、それが多分ですね、今まで僕が考えてきたようなこの雇用保障とか金銭給付とかっていう考え方とは根本的に異なっていて、まあ、自分自身の人生にとって良いものとか必要なものっていうのを、自分自身で、選手本人が自分自身で発見できるような手助け、そういうことを現役の期間中からやろうっていうプログラム。 で,すね、でもせ正確なことは河村さんからご紹介いただきますが、まあ、スムーズなキャリアトランジションによって引退丸1への対処ができるで生涯全体を視野に入れた生き方の自分の生き方の設計によって、まあ、老後のことも対処できるとでこの PDP っていうのがかなりポテンシャルがある仕組みなんじゃないかというふうに思っていますでそこで翻ってですね、まあ、さっきの小川先生と石川さんの議論でもありましたけど社会 これやっぱりスポーツ界だけの問題じゃないと思うんですね例えば、そのウーバーイーツの話とかあの副業、企業で副業するとか、あとは AI が増えて労働力、まあ、働く人が少なくても大丈夫だよってなっちゃう。そう,そういう時代に今、我々みんなが生きているので、働き方とか生き方が劇的,な劇的な変化を遂げている時代を生きているので、そうするとスポーツ界が今、先行して 感じている問題というのは、将来、我々、世界全体で感じるべき問題だと思うんですね。だから、この辺をスポーツ界発信で考えていく。それによって、スポーツ界もたぶん何か新しいものを得ることができるし、それは一般社会にも絶対に反映されるものだというふうに思っています。ということで、えー、ご清聴いただき、どうもありがとうございました。あの最後、自分の書いた本の,あの、なんていうか、宣伝で終わって恐縮ですけど、まあえー、と社会保障を分かりやすく書いた本。 がそのトヨタ財団さんの助成を使ってできましたので、ぜひお手に取っていただければというふうに思います。ということで、あのー、以上で報告を終わらせてもらいます。どうもありがとうございました。山下様、ありがとうございました。以上で第二部は終了となります。多田山より約15分間の休憩に入ります。お手洗いは階段を降りた6階にございます。再開予定時刻は。 15時50分、15時50分ですお時間になりましたらお席についてお待ちくださいこれより第3部アスリートと一緒に考えるみんなのメンタルヘルスに入りたいと思います第3部はパネルディスカッションになりますパネリストの皆様どうぞステージにお上がりください本日のパネリストをご紹介いたします 1> 第1部と第2部でご発表いただいた方の中から、豊田財団女性プログラムの女性対象者、小塩康隆様、山下慎一様、アスリートを代表して田中ウルヴェ京様、河村慎様、そしてここから JOC アスリート委員長で五輪メダリストの松田武様にも加わっていただきます。 山下様は先ほどに引き続きオンライン参加となりますトップアスリートの方々とともに今考えるべきアスリートとメンタルヘルスの問題や必要な取り組みについて議論していきますファシリテートは田中ウルベ宮子様にお願いいたしますそれではウルベ様お願いいたしますはいありがとうございます改めましてよろしくお願いします 1> えと第1部と第2部、えー、いろいろな方々有識者の方に伺いそして研究者の方からご報告もいただきましたこれからは第3部になります第3部ではこのアスリートの皆さんとそして専門家の方々とそして今日ご参加の皆さんと一緒にメンタルヘルスって何でしょうか、えー、そしてご自身のメンタルヘルスってどのようなことなんだろうかというようなことを考える時間としたいと思っています 前半の部分はいくつかここの場所からご登壇である松田武さんのお話やあといろいろな取り組みなどの話もこちらからはするのですが後半できるだけ長い間質疑応答という時間を設けたいと思っていまますす会場の皆さんからもご質問いいいただければと思っていますよろししくお願いします。 それでは、えー、まず松田健司さんがここからのご登場なので健司、えー、さんすみません自己紹介を簡単にしていただけますでしょうか。えー、皆さんこんにちは、えー、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、オンラインの皆さんもこんにちは、えー、元競泳選手の松田健司です。えっと今はですね、えー、JOC の理事そしてアスリート委員会の委員長。 やらせていただいていて、まあ、そのほか、ここにありますけれども日本サーフィン連盟の理事と日本生命連盟のアスリート委員そして日本アンチドーピング機構のアスリート委員等々をやらせていただいておりますで、まあ、競泳やっていてオリンピックには4回出場させていただき、まあえっと、オリンピックの成績はここに書いてあるように、えー、なってるんですけれども。 えっと、まあ,あの選手を引退して、えー、リオまで現役をやっていましたので今年で、まあ、7年目ですかね、えー、になりますでアスリート委員長になったのが2022年6月なのでまだ1年、えー、経たないんですねでその中で前任はあの陸上の沢野大地さんだったんですけれども引き継ぎまして、えー、まだ1年経たないところなんですが 今日のテーマであるメンタルヘルスそしてメンタルヘルスの横にあるキャリア形成の部分であるとか例えば最近であればジェンダーの問題であるとかそういう課題をです、ね、アスリート委員会の中でも議論をしております。 で今あの具体的にピンポイントでメンタルヘルスに対するこういう取り組みをやってますっていうのはないんですけれども今あ、僕が意識してやっている部分でいうと、まあ、今日のこの、まあ、イベントのようにですね外部の団体の方々がこうやってアスリートをサポートするために必要なことキャリアだったりメンタルだったりジェンダーだったりそういう活動がさまざまあります。さらには NF ・ナショナルフェデレーション各競,技連競技各競技の連盟でもさまざまな取り組みがあって今そういうものの情報を集めて JOC のアスリート委員会から各 NF に情報を共有して、まあ、学びの場を作っていくというところを今、積極的にやっていて。 私日本水泳ムのアスリート委員会の委員でもあるんですけれども今日委員長の萩原智子さんもあそこに来ていらっしゃるんですが日本水泳連もさまざまなセミナーシンポジウムセミナーですかねやっていてです、ね、そういう情報を他の NF に情報を流して今日のこの イベントも流させてもらってるんですけれどもそうやっていろんなアスリートに参加してもらって学びの間を作っていくってことを積極的に今やっているところでその次のステップとしてはそういう全部の取り組みを理解した上でよりアスリート委員会としても注力していっ,てしていった方がいいところっていうのを。 見極めてですね次のアクションに持っていければなというふうに思ってます今日は皆さんとメンタルヘルスについてさまざまなお話しできれば嬉しいなと思いますよろしくお願いしますありがとうございますご自身のご紹介とそれから JOC の取り組みも少しそしてス SLM のいわゆる NF ですね、はい、の取り組みも教えていただきました改めて松田さんご自身の、はい それじゃあ松田さんにとっての例えば選手時代、はいえー、そして、まあ、いろいろご活躍をされているのが今がありますがメンタルヘルヘスって何なのでしょうかはい、あのー、僕がやはりそのメンタルの部分でいつも思っていたところが一つあって一つは、まあ、今日あの弱いは強いプロジェクトも紹介いただきましたが、あのー、アスリートだからやっぱりメンタル強いですよねってすごい言われる。 ですよ皆さんもそうだったんじゃないかと思うんですけどそこに僕もすごい違和感があってで僕はあのメンタルって強い弱いじゃないんじゃないかなっていうのが僕のあ気持ちで、えー、僕はメンタルってスキルだと思ってるんですよ、まあ、技術でそれはあ先ほど美和子さんの話でもありましたけれどもその緊張してる自分に気づいて修正をするっていう。 ところあったと思うんですけれども、まさにそれなんじゃないかなっていうふうに僕自身は思っていて、えー、こういう話をすると、あのー、アスリートじゃない皆さんがすごく喜んでくれるんですよ。あ、そうなんだ、よかった、スキルなんだ、じゃあ自分も学んでなんとかできるかもっていうふうになるんですね。で、それで僕はそういうメッセージをよく出すようにしているんですけれども、あのー、じゃあなんで僕がそう思ったかっていうと、僕結構自分で自分のことを常に元気で。 なんかこうエネルギッシュな自分だって思ってた部分があるんですけどあ,のあるとき、今日なんか元気ないなって思った日があってそれはあのスウェーデンのストックホルムにいて試合でで行ってたんですよでなんか競技成績は特にめちゃくちゃ悪かったとかじゃないですけどあの太陽がほとんど出ないんですよ。そうだだよそうでその冬の時期だったんで でなんか南国す宮崎育ちで常に太陽を浴びてなんか元気いっぱいだった自分があ太陽が出ないだけで俺こんなに元気なくなるんだって思った記憶があってでそれは例えばの話なんですけどあのそういうやっぱり何か自分が心地よい状態になる方法っていうのは 人それぞれぞいいっぱいあると思うんですよでその引き出しをいっぱい持ってる、守ってるほどいざという時にいい状態でいれるんじゃないかなっていうのを僕自身は思っていて、まあ、そういうメッセージをどんどんね出していきたいなというふうには思ってるんですけれども、まあ、もう一つ最初にお話したいところがあの僕のコーチ久世由美子コーチという女性のコーチに長く指導していただいて非常に厳しい。 コーチではあったんですけれども一方で常に僕の可能性を信じてくれてあんたならやれるっていう,こう前向きな声掛けをしてくれるそういうコーチだったんですけれども印象に残ってる言葉であり常に言われていた言葉が一つあってそれは「たけしいいか?」と「水泳が人生のすべてじゃないからな」って小さい頃から言われてたんですよ。その小さい頃から言われてたんで なんかすごい不思議だったのはこの人水泳のコーチなのになんでそんなこと言うんだろうなって思ってたんですけどただなんかきっとまあそのプラスアルファ言ってたのがなぜなら水泳を引退した後の人生の方が長いし大事なんだよっていうことを常に言ってくれていてああそうなんだなっていうところはまあ子どもの頃からあの僕の中にえーまあ,ある意味、すり込まれていたので。 まあ、とにかく現役をやっている頃にもお引退後に向けて今、自分がやれることそして泳いでいる意味みたいなものを考える機会にはすごくなっていたかなというふうに、えー、思っていいまますす、はい、ありがとうございますメンタルヘルスの中でもそれこそ気分ってあるよねっていうストコロムのお話だったりあるいはやっぱり技術だからコントロールってやってたなとかでも、意義の話とかそもそも人生って という,ふうに俯瞰的に見るっていうこととか、いろいろもうすでに、えー、いろんなアイディアを教えていただきました。ありがとうございます改めてこのお話を聞いてあの川村さん、えー、もちろん今は、はい、あのまだまだ元気選手としてもご活躍でいらっしゃいます、はい、今のたけしさんの話を聞いて何かご感想ありましたら教えてくださいいやもう本当に心がいっぱいになるぐらい共感することでちょっと首がもげそうなぐらいうんうんなってたんですけど。<laughs> あの多分この、えー、と僕は別に本当に、えー、と代表になったりとかオリンピックであの世界の人たちと戦ったりとかっていう経験はないですけれどもあのどのカテゴリーにいても多分あの感じるプレッシャーっていうのは基本そのレベルで最大限のものをあの皆さん感じてると思うのであのいろんなレベルの方々が。 あのアスリートとしてそのプレッシャーに対して感じていることを話したときに多分、一般の方も含めて共感する部分があると思うんですよね、そういうものをあのさっき先ほどスキルという話をされてましたけど、多分、普通に生きている方々にも共通するようなスキルだと思うので、なんかそういったところをあのアスリートが発信して、社会に対してスポーツそのものの意義みたいなものを提供していけると、僕らも喜ぶし、皆さんも喜ぶのかなという気がしてます。はい、あなんかある 大丈夫。丈夫です <laughs> ありがとうございます、川村さん。川村さんからお話を少し聞く前に、おそらく今ここで急に質問を振られないだろうと思っているであろう山下先生に振ってもよいでしょうか。<laughs> 山下先生いらっしゃいますか。います。あ,ますあの。 山下先生、例えば今、松田武さんがいろいろ人生のことを少しお話をくださったので、あえてなんかご質問がないかなと思ったんです。あの引退をすでにされている選手でいらっしゃるので、何かこう山下先生のご専門の立場から、もしご質問があれば教えてください。ああの質問というより、あのすごく感激、感動したというか、そのコーチの方からあの子どもの頃からですね、その水泳が全てではないというのを。 その教わっていたというかそういうことを強調されていたというのはすごく感激をしました。であの僕自身が知ってる限りだとなんかそ,うそういうあの競技に直接関係ないようなことをコーチがっていうのはあまりちょっとあのイメージがわかなくてでそこの人生レベルであのさっきウルヴェさんおっしゃった俯瞰してとていう見方とかちょストレートにその競技に関わらないであろうところまで指導できるというのはちょっとあのすごいことだなと思ってでそのまさにその現役引退された後の人生のことまで その考える土壌を指導者が若い世代にまあその植え付けていくというのはすごくす,すごい教育者としてすごいことだなというふうに感じました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。まさにそこは本当はあのマツさんのコーチのクゼコーチには聞きたいですよね。なぜならばそのことをおっしゃってもなおそれでメダルを取られたえ競技力も出した結果を出した。えー、まあ、今から。 人生は長く、歩んでいくわけですが。それを、こう、体現したという意味では、本当はね、あの、コーチの、あの、久世さんにはいろいろお伺いしたいです、ね。そうですね。あの、コーチのお話も、ぜひ、皆さんにも聞いていただきたいですけどね。はい。はい、本当、そうですね。はい、ありがとうございます。あの、ぜひ、ぜひ、お嬢さんに、あの、川村さんの後に、ちょっとコメントをいただきたいので。まず、あの、川村さん、先ほども、あの、すでに、いろいろ教えていただきましたが。ここでは、あの、ラグビー選手会での P. D. P. のことについて、少しご説明いただけますでしょうか。はい。はい 資料がこのまま使えばいいのかな。いいですかね。あ、はい。なんかもう松田さんの話で僕はもう胸がいっぱいで、なんでかというとですね、これから話す PDP のお話もあの競技人生がすべてではなくて。 その中に自分の人生の中に競技人生があるというところをやっぱ最終的に伝えたいメッセージとして、えー、携えているプログラムになります。で実際にどういう内容なのかというところなんですけど、まあ、基本的には、えー、とラグビーとかクリケットの選手会で、まあ、世界的にも導入されているプログラム PDP プレイヤーデベロップメントプログラムというものになります。 もちろん選手のいろんな悩みとか話を聞くんですけれども具体的にはこの4つを中心に軸とした形で選手の話を聞いていきますまずはお金の使い方あとはキャリアですねでメンタルとウェルビーイングもう皆さんが先ほどお話ししたような内容が全部詰まってる内容で要は何でもいや何でも話聞きます食堂のおばちゃんみたいな存在の人っていうことなんですけれどもそういうお話を聞く人 プレイヤーデベロップメントマネージャーという形で担当者を置いて選手の周りに配置していくというのがこのプラグの内容になりますで。で一番重要なところは選手会が雇用しているというところが重要になっていて何でかというとチームが雇用してたりとかその組織が雇用しているとどうしても選手が腹を割って最後まで自分の弱みを出せないでただただ 話をすするるだけけの時間になってしまう部分があるんですけれども、選手会が雇用したり外部の組織が雇用していることで必要ない自分には不利になるような情報を雇用主には与えないっていうカウンセリングの中での信頼関係が生まれる雇用の形態をとることで PDM のまあ心理的安全性を保つというところがえこのプログラムの特徴になってます。 まあ、ちょっと分かりやすく図解にするとこういう感じになっていてもちろんこの4つの柱ウェルビーイング、メンタリティでファイナンスキャリアというところはあるんですけど多分それにまつわらない話もいろいろアスリートの悩みの中にはいっぱいあると思ってますでそういった話を気軽にお茶をしながりだったりとかオンラインだったりとか個人で話すもしくはワークショップとか大人数の方が得意だという選手もいらっしゃると思うのでいろいろな形でそういう話をして、まあ、中心にある PDM と選手たちがリレーションシップを図ってしっかり仲良くなった状態で話を聞くというところがこのプラグルの一番いいところですね。で僕らジャパン PDP として日本に PDP を導入していく中でフィロソフィーとして一番大切にしているのは先ほども話にありましたけれどもやっぱりパーソンの部分が大事だというところをちゃんと伝えたいベターパーソンをメイクベタープレーヤーっていう思いを伝えていきたいというところです。 その中でも先ほどお話が出た心理的安全性の確保と選手の中にある潜在的欲求の顕在化要は自分自身が自分に気づくそういうことの助けになるようなプログラムを開発していきたいというふうに思っています。 で興味関心こちらもやっぱり選手が興味のあること関心のあることこの PDM 側がこういうふうにしたほうがいいよとか業界的にあなたはこういうふうになったほうがいいよみたいな話ではなくて選手自身がこういうふうになりたいんだこういう人生を送りたいんだ自分はこういうふうになっていったほうがいいんじゃないかっていうところの興味関心を生かしながらその人たちが体験とか体感まあ職業体験で言えばインターンとかいろんな人の話を聞いたりとかっていうところを 皆さんに体験していただいていろんな方面に広げていくで選手たちの可能性を広めていくっていうような内容になりますで一番大切にしているのはこのリレーションシップですねやっぱりその信頼できる人に話をしないと全く意味がなくなってしまうのでまずは選手と仲良くなれる関係性を保つこともう一つはパーソナライズしていくことここも非常に重要で一人一人メンタルの悩みキャリアの悩みっていうのは形持ち場合が内容も違うので 一人一人にパーソナライズして話を聞いていくということですね。で最後に重要なのは、PDM もいろんなアスリートを見ていく中で、知見とか経験というのは蓄積されていくと思うんですけれども、必ずしも自分自身が対応できる内容から外れてる悩みに合うことがあります。なので、PDP の運営プログラムの、えー、と運営側の事務局側の、 やり方とととししてて番適切なのはエキスパートを用意しておくということですねもし法律関係であれば、えー、弁護士の方とかメンタルの方であれば臨床心理士なのか、まあ、精神科医なのか、まあ、そういったキャ,リアのキャリアのことであればキャリアアドバイザーとかっていうところのエキスパートも用意しておきながら PDM のサポートもプログラムの内容の中に入っていて選手たちにエキスパートをつなげられるというような内容になっています。 ちょっとざっくりしたご説明なんですけれども、こういう取り組みを選手会では、はい、取り組んでいるというところであります。で現代でいうと、東京サントリーサンゴリアスの方に、今日もいらっしゃってますけれども、小沼さんという PDM の方がいらっしゃって、今、えー、チームに帯同して、えー、こういう活動をされているということになっています、はい、ありがとうございます。 ありがとうございいますさささん一つ質問をさせてくだこれをやりながら河村さんが立ち上げてそしていろいろ工夫をしながら、はい、ご自身での気づきのプロセスがあったと思います、はい、例えばあの人,人を助けるっていう言い方は変ですけど人と一緒にいろいろ関わりながら人の話を聞くことによって自分がなんか学んじゃったり、はい、なんかその辺でこうお気づきになったこととか学んだこととかがあったら教えてください。 えっとですね、実は僕、あのこんな,なんかメンタルの,あの取り組みとかしてるんですけどあの基本的に、えー、幼少期と、えー、大学までは土星論ぶちかましの本当に体育会系ありきたり野郎だったんですよね、なんかもう、負けんなみたいな、男なら泣くなみたいな、何やってんだ、ミスすんなみたいな。自分自身がってことよね、そうですう、はいで、それを人に求めてたんですよ。なんんでミスすんのみたいな もっっっとと強くなれよ練習しろよずっと言ってたんですで社会人に入って自分が試合に出れないような状況に陥った時にようやく気づいたんですねあこうやって人は落ちていくんだっていうことに <laughs> すごく元気がなくなった時期がありましてそれはい、せ精神的にそうです<ー>で多分精神的に元気がなくなった時も多分パフォーマンスは落ちていて、うん、感覚としては頑張っているし何なら今までよりも すごくこう競技に対しての時間はかけてたんですけれどもなかなかこうパフォーマンスが伸びない時期がありました具体的に言うと3つ上の先輩がずっと試合に出ていて僕は2番手で、まあ、リザーブから試合に出ることはあったんですけどなかなか1番手になれなかったでそういうのをもう殻、ね、に閉じこもって朝から練習してもう他の人寄せつけないで。 ですけどでも殻を破れなくて何にももうやることないなと思った時にふと先輩に話をしたり後輩に「俺って今どう?」とかって話をしだした時期があってでそこから何かこう特になんかすごく明確なアドバイスがもらえたりとかこれをしたらいいみたいなものではなかったんですけれどもまず話をすることによって自分自身が置かれてる立場が明確になってきたとか頭の中で自分の スキルとかがクリアになってくる感覚があった。でプラスやっぱりそういう悩みを吐露したり話をしていくと仲間というか僕自身が考えていることを分かってくれる知ってる人たちが増えていったんですよねそうすると15人でプレーする競技なのであ,あいつってああいうこと考えてるからこういうプレーするなとかいうのが分かってくる人が増えてきて自分自身のパフォーマンスも伸びたしそれに対してこうポジティブに アクションしてくれるリアクションしてくれる人たちも増えてなんかこう自分の中ではパフォーマンスも伸びたし何よりラグビーやってる時間がすごく楽しくなってきたんですよねそれが多分僕の中では衝撃的な出来事で,でそういう感覚を多分どのレベルでも感じてる人はいらっしゃるんじゃないかと思って今こういう活動してるっていう感じですねはい何か,か言いたい,でしょういや非常に非常に共感するところが今あってですね <laughs> 僕も今日皆さんのお話聞きながら自分が精神的に弱ってたた時何があったかなっていうのをいろいろ思い出しながら考えてたんですけど1つは高校3年生そして大学1年生の時に僕自由形とバタフライ2種目やってたんですけど、はい、自由形で全くいいタイムが出ない時期がその2年間あったんですねで、まあ、バタフライはそこそこできてたんですけど自由型は全然ダメでなんかやっぱり泳ぐ時に泳ぐ前に怖くなるというかあ今日もダメなんじゃないかっていう,こう気持ちになってた。 時期があったんですねでただ唯一自由型でもいい泳ぎができる瞬間があってそれがリレーに出たた時だったんですよ、えー、だから誰かと一緒に泳ぐ時に、はい、あれ個人だと駄目なのにリレーだといいっていうのがあってでそ,そ,のそれが今の僕の一つの気づきまさに同じような気づきになって、はい、今の自分に足りてないのは他者との関わりなんじゃないかっていう。 思いがそこから生まれてはいはいそこからこの一緒に泳ぐチームメイトとかえまあ当然全体のチームでの,この交流も増えていったっていう経験がまず1つあったのとえもう1つは最初のオリンピックだったんですけど僕また次は逆でバタフライであのメダルを狙って出たんですけど二十歳の時に。自己ベストから 2秒ぐらい遅れて3秒ぐらい遅れたかな準決勝敗退したんですよだから本番で全く自分の力は出せなかったんでそれが初めてのオリンピックだったからあ俺ってオリンピックでダメな男なのかなって思ったんですよただ一方で、まあ、北島さんはじめそのアテネだったんで8校競泳チームがメダルを取っていて、えー、近くに要は結果出してる人たちがいたわけですよねでその人たちと自分の違いを後で振り返った時に 一つ、精神的な,えな,んだろうなコンディションに下がったなって僕は思っていてそれはやっぱオンとオフの切り替えが僕当時めちゃ下手だったんですよ、その時は。とにかくストイックにストイックにとにかく自分の練習自分もう頼れる人は自分しかいないんだみたいな気持ちでとにかく練習、練習、練習ねオフの日もみんな観光に行くのにいや僕は行かないで休,めて休んでますみたいな。 そういうい状況だったんですよで本番どうだったかというともう疲れてたんんですよやっぱり、うん、なんかね心身が元気じゃないなんかくたびれてるっていう状況で,、はいはい、で一方、その結果出した北島さんはじめメダルを取ってた人たちは今、その瞬間を楽しんでいて、えー、オリンピックの選手村でもこう楽しそうにリビングでワイワイ喋ってたりなんかゲームやってたりとかしてそんなゲームやってて早くなるんだって俺もやるよみたいな <laughs> そんぐらいで見てましたけど。<laughs> でもそれぐらいリラックスしててるる瞬間も作れてるわけですよねでさっき僕がスキルって言ったやっぱり極限の緊張状態にアスリートはやっぱなる瞬間が絶対あるからその全く逆のリラックスできる瞬間をどう作れるかがいざという時のパフォーマンスに影響するんだなっていうのはそこから僕自身も学んでそこからちょっと自分の頭の中が広がって、えー、例えば高校以来会ってなかった友人に会ってみたりとかそういうことが。 できるようになっていったっていうのがプロセスとしてはありましたね。もう大変ほらこんな全然台本通りじゃなくなっちゃう。いやそうなんですよね。<laughs> 広がっちゃうな。でも今のお二人のすごく素敵な要は本当の話聞いてねもう手挙げてしゃ喋りたくなっちゃう人が多いんじゃないかってもうちょっと待っててくださいねすいませんあの本当に。 リアルな話をありがとうございます。知らなかったです。ありがとうございます。お嬢さん改めてもういろんなお話ししたいと思いますが、そうですねど。どんなふうな、い,いっとこう横で待ってるのはもどかしくて、ね、一番来ましたよ。<laughs> <笑><笑>やっと期間でんこれから全部僕の時間ということで,いいですか <laughs> <laughs> お願いします。あのう二人がこうよく似てるなっていうのは思って <laughs> 聞いてたんですけど、あの他者との関わりっていうところがあのポイントなのかなっていうのは思いました。で他者との関わりって。 その自分のメンタルヘルスケアとしても、やっぱすごい大事で、で、自分の心の底をこう言葉にして、で、人に話して、で、話をこう受け入れられた、話を聞いてもらえるってことは、受け入れられたような感覚が得られると思うので、そこであのちょっとこう心落ち着いた瞬間があったんじゃないのかなというのは思いましたね。で、そこからこう返ってくる言葉っていうのは、何でもいいわけじゃないんですけど、例えば川村さん、松田さんのためにこう。 あの発してる言葉なので、それもありがたかったんじゃないのかなというふうに思います。だからこう自分の心のよし言葉にするのって結構難しいんですけど、あの人がいなかったらあの加さん毎日日記つけてるって言ってましたけど、日記でもいいですし、なんかこう言葉にしてみると、あの心落ち着く瞬間もあるんじゃないのかなと思って聞いてました。もっと話したいですけど。はい、これぐらいにしておきます。ね、ありがとうございます。<laughs> ぜひあの！ 皆様からもお話を伺いたいと思いますのでここでちょっと早めではあるのですがまた後でもうちょっとまとめでまた河村さんや竹さんにお話を伺いたいので質疑応答の時間に入りたいと思いますもしもえ何かいやもうすぐにでも今聞きたいというようなことがもしありましたらどうぞあのどんなことでもお手上げていただければと思いますえ何かすぐにないようでしたらこちらがすでに。 事前所に,に手を挙げるのは難しいですねそう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 なのでねあのって言ったらもっと挙げられなくなるじゃない。<laughs> んなさいまずじゃあ会場の皆さんでそう,そう,そうっていうことですよねかなと思ってるんですけど <はい S 2> どうですかって言ってる間に私か一つ出そうかね。 そうですね1つこうそそう、ね、そうしたこうねね、はいはい、しこちょっと何か考えておいてくださいねでもしあのなかったらもう私から左から何番目とか言いますよそしたらね <laughs> そうしましょうね <laughs> えとちょっとこれ誰にしよっかなあのあこっちじゃなくてこれだね1つ。 すでにこの質問をしたいということで事前のアンケートにもお答えくださった方のものをあ、えー、げたいと思います多分これお嬢先生ちょっと教えてください、はいえー、この方、えー、競技団体の育成部門にいらっしゃる方だそうです、はいえー、育成部門でサポートスタッフをしていますと でもこの方ご自身はスポーツ全般についても専門知識があるわけではなく、えー、と自分自身は国内トップレベルでの競技経験はありませんという方です、えー、この方がえ自分自身がどのようであるとえメンタルサポートになるでしょうかというようなご質問ですねサポートとしてはマネージャー保護者事務局スタッフどのような立場かというようなことは正式には書いてはありませんがはい、はい 分かりました、えー、と指導者をされていて、えー、どういうふうにこう、えー、生徒さんなんですかねあの部活動なんですかね,あのすねメンタルヘルスケアをこうしていくサポートができるかというご質問だと思いますけど、はい、多分大事なポイントとしては見守るっていうのがあの大事なのかなと思いました。はい、あのそのの、まあ、競技者、まあ、選手がが自分の意思でで、まあ、プレーができる とかあの選択が行動を選択できるということが多分大事だと思うのであのこれをしなきゃ絶対にダメだめだプレーをさせないみたいなこととかではなくあの、まあ、見守ってこうその方の,その選手の意思決定をこう尊重するような環境をこう作っていければそういう姿勢で見守っていただければというふうに思いました。そうですね さん例えば先ほどコーチの話はしてくださいましたけど、はいはい、コーチ以外のサポートスタッフっていろいろいらっしゃいますよね、はい、どんな方だとよかったみたいな実際のご自分の具体例がありますかいやこういうふうにしてもらうと僕はよかった、ね、これって正解ないからはいえっ、ー、とまあさっきの,発表,あの発表の中でもあったと思うんですけどやっぱり選手がやっぱり 強くなれる瞬間、逆にっていうのは、やっぱりなぜ自分が今これをやってるのかっていうのは、明確にあるときだと思うんですよ。で、えっとまあ、自分事と言ってもいいかと思うんですけれども、やっぱりそれができてる選手、できてない選手で、オリンピックという舞台でも差が出るなっていうふうに僕は思っていて、やはりその例えば、えー、オリンピック代表決まりました、えー、そしたら、 なんか地元の講演会みたいなのができて応援してくれる人が増えてスポンサーからも頑張ってねって言われ,言われてでなんかそうやっていろんな人から頑張ってね、頑張ってね、頑張って期待されてくるとあれ自分が行きたくて勝ち得たオリンピック代表自分が取りたかったメダルなのにいつしか,あれなんか誰かから期待されているからやってるみたいな気持ちになってこう本番でさっき言った全くこう楽しめない。 いいうう状態になるっっていう選手をやっぱりあの僕がその代表チームでキャプテンをやっている時とかでも見てきましたしやっぱそうなるともったいないなっていうのが僕の中ではやっぱあるのでその周りの人がやっぱり選手にサポートするっていう意味ではやっぱり好きでやってたスポーツのはずだし何なら自分で選んでやってる絶対そのはず,のはずなんで誰も強制してないはずなんでやっぱりその根源的な自分の中にあるモチベーションを やっぱり理解しなきゃいけないし、それをまあ促すことがちょっと。他人ができるのかはちょっと僕も好き、方法論としてはわからないですけど、そういうふうに持ってってあげると。選手の状態としてはいいのかなっていうふうに思いますね。本当そうですよね。ありがとうございます。一つだけ自分自身はこうだったっていうことをごめんなさい短く。こう。勝っても負けても、自分がその日勝っても負けても。 同じ表情をしてくれる人だとありがたかったです。いやあ、そうですね、うん。なるほど。はい。ね。はい。なんていうかな、なんか。<laughs> 負けて怒られるって最悪ですからね。そうそう。勝った時だけ嬉しそうっていうのも、<laughs> うん、なんかそこだけじゃないし、はい、ってありますよね。僕僕両親の話をしようと思ったんですけど。お願いします。あの。 まあ、端的に言うとあんまり僕,にや僕がやってることに興味なかったんですよね、多分<ー>興味はあったのかもしれないけど、たぶん示さなかったというか、はい、頑張って示してなかったのかもしれないです。それがうまかったんですよ、ねか。メンバー入ったんだ、あ <laughs> あ、負けたんだ、残念だね、勝ったの、あよかったねぐらいの感覚でいてくれたのが、僕としては非常に多分助かってたと思うんですよね。なんかその感覚が あってよくえ多分僕まだあの子供いないんであれですけどその絶対教えたくなるし絶対頑張れ、うわっ,って親御さんならなると思うんですけどなんかその塩梅ばいをこう保ってくれるとなんか子供としては楽だなってって感じましたね、はい、あよかったあのお嬢さんが言ってくださった見守るの具体例をお二人が出してくださったのであ本当にありがとうございます例えばそういうことですよね。はい 何かございますでしょうか。どんなこと、はい、どうぞお願いします。そちらにマイクをお願いいたします。あ、弁護士の堀口と申します。今日はありがとうございました。 えっと、2点ございますまず1点目、ですね今ちょうどお話てました、私はスポーツ専門の弁護士をしておりまして、やっぱり不祥事対応もそうですし、選手の、まあ、先ほど小川先生がお話しました、発信者情報開示とか、ですね、まあ、かなりなけんあの、き今日はスポーツの明るい面ですけど、スポーツ数のダークサイドばっかり担当している弁護士なんですが、あの今、ちょうどお話ありましたけど、先生のメンタルヘルスも聞きたいね、弁護士はちょっと結構、うつ病多いんで、ちょっと。<laughs> あの 結局事件をやっていく中でですね。やっぱりあのメンタルの件もそうなんですが、やっぱり親の在り方、保護者のあり方とたくさんやっぱりスポーツに関して、特にあの年少者のスポーツにかなり関わってくるんだと思っています。で、今回ウルベさんにお伺いしたんですけども、やっぱりスポーツメンタルを扱われる中で、親の立ち位置、特にプレイヤーを見る中で、親はどういう立ち位置にいるのか、そこで気をつけていくことがあれば教えてください。これ1点目です。2点目、川村さんにお伺いします。先ほどえっと pdp の在り方として、例えばその集団で。やる みたいなお話もあったと思うんですけどもあの私も結構コンプライアンス研修とかですね選手の方々とお話聞いていただきますがなかなかやっぱり座学とかだと聞いてくれない途中から携帯じり出したりとかするんですね後ろの方で見てるんだぞと思うんですけども、あのー、そういうところで河村さんが前にその視察に行ってこられたと聞いてましたがその実際例えばニュージーランドの PDM の方とかじゃあ選手向けに特に例えばさ そのグループワークとかで工夫している点とかあれば教えてください以上ですありがとうございますじゃあ先に答えてしまいます、はい、お願いします、えー、親御さんへのいろいろなプログラムが先行研究などでももちろんあります、えー、かいつまんでかん、えー、と簡単というか一,一番大事なことを一つまず、えー、お父様でもお母様でもすで、えー、にお二人が言ってくださったことなのですが、えー イラついてようと焦っていようと落ち込んでいようと負けようと勝とうとその子が目の前にいるっていうその目の前の子のことだけを OK って思っててくださいってその OK、まあ、セキュアベースリーダーシップっていうとっても素敵な私が好きな理論がありますセキュアベース安全基地でお母さんっていう立場だと自分も母という立場でしたがもう大きくなっちゃいましたけどどうしても 良かれと思っていろいろろ介入をしたくなるでもその時に自分は充電池だと思ってくださいと充電器充電器でただいるだけでいろんなとこにプラグがあって息子や娘は勝手に「今日ただいま」ってきたらなんか今日はママのここを指したいとかここに指したいとか後ろお尻を指したいとかその子のどこを指してもママよっていうのの感覚。 になるためのワークとかそんなことをやりますぜひそれが一番大事かなとは思います神村さんお願いしますはいと pdp のそうですねワークショップとかでやっぱりそのあのまあアスリートの方々僕も含めてですけれどもそうですねだいもう20分もたないその集中力やっぱりそのスピーディーな世界に生きていらっしゃる <laughs> これ悪いことじゃないんですけどスピーディーな世界に生きていらっしゃるので20分ぐらいになってくると思うあ もういい SNS 講義はあみたいになってしまうのであのニュージーランドでやっぱ行われていたのは興味関心を先に聞き出すすということですね彼らからすると自分がやりたいことに時間を使っているということが何よりも大事なあのフォーカスポイントになっているので例えば興味がある、えー、職業。 あの実はバリスタになりたいんだとかあのラグビー終わった後に教員になりたいんだということであればその興味関心が一緒の人たちを同じ場所に集めてインターンシップに行ってもらったり一緒興味関心が一緒の人たちを同じ場所に集めてその職業の人に話を聞いたりとかっていうことをやっていますでもう一つは大事なことはその興味関心をいつか必ず話していただけるように定期的に会う 定期的に同じ人に話ををするってていうう時間を設けてもらうことですねでこれがないと「はい今日来ました」1ヶ月に1回とか、まあ、2ヶ月に1回とか,なんかこう長期間空いて話をするっていうと「あまたあの人の時間か」ってなってしまうんですけれどもその期間が短ければ短いほど、まあ、単純接触回数が長いあ大きいとあのその人と仲良くなれたりすると思うので、まあ、週に1回は必ずその時間を持ってるっていうのがニュージーランドの,あの取り組みだったので。 なていうんですかね。常に同じ場所にその人がいて話を聞いてくれる状況があるっていうところを作るというのも一つ重要なポイントだと思います。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。他にご質問ありますでしょうか。はい。後ろの黒いシャツの女性の方でお願いします。 本日はありがととうございまますす会社アンカレッジの久保田と申します私芸能プロダクションと提携をしてその種族タレントの方のメンタルケアっていうことをしているんですけれども先ほどちょっとお話にあったので少し気になったのがそのやっぱり選手の本人の意思に任せていくっていうことがすごく大切だっていうお話があったかと思うんですがその何て言うんでしょう明らかに。 この方ちょっと1回休んだ方がいいんじゃないかっていうような状況であったりとかもう明らかにちょっとメンタルヘルスの不調が発生しているでも本人としてはあのやりたいもっと仕事がしたいっていうような状態の時っていうのもあの本人の意思に任せていった方がいいのかなっていうの今お話を聞いてちょっと疑問に思いましてでもそういったやる気に任せた活動っていうのがあの回復を阻害してしまうことってないのかなっていうことをあのちょっと お聞きしたいなと思いました。はい、ありがとうございます。お嬢先生、まず、ね、はい、はい、お願いします。お話をさせていただきたいと思います。えっ、ー、と、明らかに、あの、ちょっとこう休んだ方がいいんだっていう状態は、あの、あると思います。で、その時に、えっ、ー、と、その環境から距離を置くっていうのは、すごく大事なことで。で、それを、こう、無理やり、えっ、ー、と、引き剥がすみたいなことっていうのは。今後の、こう、信頼関係につながるので、まあ、そこは、こう、きちんと、こう。 話をしてですね、あのやっていただきたいなと思います。で、そういった時にこのメンタルヘルスの不調っていうあのキーワード出てくると思うんですけど、それをこうきちんとこう把握できるように、あの常にこうまあ、近くでこう見て、その人のいつものその人の状態っていうのを見ていただけるといいなというふうに思いますね。はい、答えになってますか。大丈夫ですか。はい。 もう一方おお手はいお願いいい願しますす今の質問に1点いいですかやる気がありすぎて頑張ってしまうという人僕も友達にいてあのドクターストップがかかるくらい練習した子がいたんですよね。で多分、芸能関係のお話だとそのあの休むことによるリスクがそのタレントさんが休めない理由になってくると思うんですで先ほどの話にあった心理的安全性の環境を確保するという意味で言うとその人が。 リスクのある行為をしたときに必ず周りの人が守ってくれるっていうシステムを作ってあげるっていうことも非常に重要なあの一点になると思いますなのでメンタル的に頑張りたいっていう人に対してそれは今頑張りすぎてるよって言うのは簡単なんですけどいやだって頑張りすぎないと売れないじゃないですかそうだねってなっちゃうんで大丈夫あなたが少し休んでもお給料は出るしその後の仕事も確保してるから っていうような環境を作っていくことが心理的安全性を作ることなのでリスクがあることをできるようにする環境を整えるっていうのはまず一つ大事なことかなと思いますはい。これは選手にも言えることですけどね,そうですね怪我しても保障されるとか 環境面をね言ってくださいました <はい S 1> ありがとうございます環境面という点ではあのこう最後に例えばアーティストグループの皆さんをのこうメンタルトレーニングをさせていただくときに必ずやることがやっぱりリテラシーですあの一人が何かあったときにこれはやばいではなくてなるほどねなだけだという事前の理解ですあのうつとか発達障害とかいろんな言葉がこうあの。 どどんどん走っっっててていいしまるでもそれって別にこうこうこういうことなんだで芸能界ってこういうところでこんなふうな危険があるじゃなくてこういうような挑戦があるじゃあどうしたらよいのだろうかでこれはやらなくてもいいしやってもいいチームの中でどうするとよいのだろうかっていうことをお話しできる環境も,もう一つ付け加えさせてください、うんはい、すみませんお待たせしましたお願いしますえっとダンススポーツをやっている大西洋明というものなんですけれども ちょっと先輩のアスリートがたくさんいてかなり緊張しているんですけどえっと僕もかなり殻に閉じこもってた期間っていうのが結構あって,何て言うんてうですかねあのでも今はちょっとずつ殻か,から破れているんじゃないかなっていう,ふうに思っているんですけどまあそういうと尖っているっていう表現が正しいのか分からないんですけどそういう尖っている期間とかって逆に重要だったりするのかなっていうふうにもあのなんか考えて今いて。 でもやっぱり今の自分だと早くその殻に閉じこもっている自分をこう打破したいなみたいななんでもタイムスリップしたら「いやお前早く破った方がいいよ」みたいなことを言いたいなっていう気持ちもあるんですけどやっぱりそういった期間とかって何て言うんですかねどういうふうにしていけばいいのかなっていうのが質問です。 自分が答えたいけど答えない。<laughs> えとどうぞどうぞ。あのたさんなんかあります？はい。えっとそうですね。いやいい質問きたなって思ったんですけど、本当にそういう意味では必要な時間ではあるんじゃないかなって僕自身は思っていて、ただ長すぎるのは良くないかなっていう思いは僕の中ではあります。ただやっぱり徹底的に自分と向き合って自分のやりたいことと向き合って。 うわあでもこれじゃダメなんだっていうその瞬間が最大の気づきだと思うんですよねなので時時間間としてては必要ななななんじゃいいかなという,ふうに思ってますでもう一つ僕がそこの自分が殻に閉じこもってた時からまあ気づいて行動を変えて学んだことっていうのはやっぱりまあ今日もそうだと思うんですけどその道のスペシャリストっているじゃないですか。 メンタルのスペシャリストもいればトレーニングのスペシャリストもいてまあ分析をしてくれる水泳だったらいろんな分析をしてくれる人たちもいてそういう専門家と言われる人スペシャリストにの力を借りるっていうことがやっぱり自分の成長のスピードを上げると思うんですよね自分でトライアンドエラーを永遠にやり続けるのもいいんですけどもうすでにそれが誰かしらがやってある程度こうやった方がいいよっていうのが見えてたらやっぱり やっぱアスリートでいられる時間って限られてるんでその限られてる中で最大の成長をしなきゃいけないんでそういう意味ではそういう専門家のスキルを借りる学びに行くっていう意識はすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思ってますでそれでもう一つだけそこで付け加えさせてもらうとまさに僕が引退後の人生を考えた時もそうこう考えたんですねなぜなら選手の時にそれで自分が成長のスピードを上げれたからなんですけど 僕はさっき久世由美子コーチというコーチと出会って競技をずっとやってきましたけどただ引退後はまた違う,こうフェーズというかステージが変わるのでじゃあ僕がその時感じたのはロンドンの時からロンドンの後ですけれどもやっぱり次の人生の準備をしなきゃいけないってことはアスリートのセカンドキャリアをの知見のある人と組んで自分の人生をやっぱ作っていかなきゃいけないってい思いがあったんで。 それがやっぱり今の事務所と契約をしてやるきあのきっかけだったんですけれどももう十年になりますけれどもやはりそうやってさまざまな専門家のスキルを力にして自分の成長そして行きたい方向に向かっていくっていうのは大事なんじゃないかなというふうに思いますね。カブさん。はいありがとうございます。もう,ういいっていう質問だったんですけど <laughs> あの僕はもっとマタさんのおっしゃる通りであの。 やっぱ自分がそこを経てきた部分もあるんで全くその期間が無駄だったっていうことは思ってないですむしろあのってよかったと思ってます否定もしたくないですしで僕自身はその殻にこもってぐって頑張ったからこそ今の自分があると思っているので今、そういう状態の人を見ても否定はしたくないですただやっぱり和田さんがおっしゃってたようにあ,のある程度の期間を経てそこから 脱出するというか逸脱、えー、していくのは大事だと思ってますで一番大事なのは両方の道両方のスキルがあるけれども要はどっちも理解して自分が選んで殻にこもるのか選んで人と対人関係を築いていくのかそれができたら一番最強だと思ってますで先ほどウルブさんの発表の中にあったアスレチックアイデンティティっていう話あったと思うんですけどあれは絶対にあるんで皆さんが アスリートってこうだよねとかアスリートってこういうふうに素敵だよねって思ってくれるからこそ僕らは頑張れるし応援してくれるからこそ結果を残せたりするのでそういう力をもらいながら頑張っている分そこはやっぱり否定したくないけど自分が選んでいるかどうかっていうのは多分大事なポイントかなと思いました。<laughs> 僕も熱いところがあります殻に閉じこもりやすい時期っていうのがあのアスリートだけじゃなくて一般にもあってそれがいわゆる思春期っていう時期で思春期っていうのは、まあ、皆さん中学,校中学生とか高校生とかをイメージするかもしれませんけど実は脳科学的にはこう25歳ぐらいまで、まあ、あるいは30歳ぐらいに続くって言われててでその時期っていうのは殻、まあ、にこもりやすいというかあの自分の道をこ,うここだと決めてこう突,き突き進みやすい時期。 ですね、でそれってアスリートのーパフォーマンスのピークが来る時でもありますね。っていうようなことをあのチームの関係者とかスポーツ界の関係者ですね指導者とかスタッフとかチームメイトでもご自身でもいいですけどそういうふうにこう知っておくからにこう閉じこもりやすい時期なんだよってことを知っておくことがまず大事かなというのを思いました。はい ありがとうございます、ね、それこそ、お嬢さんトップアスリートの研究ではその思春期自体の時期が25、6歳もしくは30歳ぐらいまで引きずってしまうっていうのがアスレティックアイデンティティの研究にもなったりしてますのであのどうぞどうぞ閉じこもる時を作るあえて <laughs> でもあれでも選べるなって、うん、やってみてください。はい、ありがとうございいいいいままますすすはい、はお、い、お願願ししつ前の 椅子が外れたよかった。入ってます？ああ、はい、あの中学生のハンドボールの指導の手伝いしてます安藤と申します。あの素晴らしいお話いろいろありがとうございました。でまああのまあ多分川村さんにお聞きしたらいいと思うんですけど PDP の考え方って素晴らしいと思うんですね。でベタ ピーポーの行くベクタプレイヤーでしたっけで、あれはまあそのトップアスリートに対してそういうサポートするシステムだと思うんですけど。でも考え方としては、もっとそのジュニアの人たちにもその自立するっていうことをあの伝えていくっていうのはすごく必要だと思うんですね。た例えば、先ほど松田さん言われた松田さんのコーチがその水泳だけがあの人生じゃないよ。みたいなことを。 でも自分で見てみると周りを見るとお前はハンドボールだけやってればいいんだみたいな指導者がいっぱいいるわけですよでそうじゃないよっていうことを僕はすごく伝えたいと思うんですけどですのでその PDP の考え方っていうのをもっと上だけじゃなくて下の方にも広げるっていう活動はされてるのかそこら辺の動きを教えていただきたいと思いますお願いしますはいむしろ僕らはそれをメインに本当はやりたいと思っておりますただやっぱり今の現状先ほどもうお話ありましたけれども 指導者の方々基本的にはやっぱり指導しやすいっていうポイントと多分結果が出やすいと思ってらっしゃるというこの2点において君は君の競技に集中しなさいっていう教え方をしますよね多分、まあ、もしかしたら競技だけじゃなくて会社もそうかもしれないですあなたの仕事はこれこれ以外はやらないでだから副業禁止みたいなでも多分それは世の中的にも変わってきていて多分スポーツ業界はむしろこの世の中の流れに関してもっと アンテナを張って変えていかなきゃいけない部分かもしれないですそういう意味では僕らはユース世代にこういうのをつなげていきたいと思ってますただやっぱり PDP というプログラムを発信していく上でトップレベルのアスリートにこういうプログラムをつけたことによってマ、まあ、ザさんのようにすごくいい成果が出たとかパフォーマンスが伸びたとかチーム的にそのチームのパフォーマンスが向上したみたいなまあ、データないしは研究みたいなものが 取れないとやっぱり現場の方々は PDP って何俺の指導の邪魔をするなという感覚に未だにあるので順序としてちょっと心苦しいところはあるんですけれどもトップアスリートの方々に対してこういうプログラムサービスを提供して結果が出た末にやっぱユースのアスリート子どもたちに対してこういうプログラムを提供できるようにしていきたいなっていうのが今の現実的な流れでのお話になります。ただ心としては いち早くお子様のところに届けたいなというのはあります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。一つちょっと小川先生あのこちらに質問が来ているので教えてください。あのあともう一つはここまであの聞いていただいて何かコメントがあればあのそれも教えていただきたいですえ。小川先生、誹謗中傷の定義は何ですかということですね。あのそこやっぱり端的には難しいですが、あの どのようなお立場からでも構いませんこちらにマイクをお願いいたします。それと、あと何かはい、コメントがありましたらお願いします。あ、えっ、ー、とじゃ少しだけお話しします。まず、誹謗中傷の定義なんですけれども、まあこれはもうあのおそらく皆さんが予測されている通り、まあ、はっきりしたものはないということになってます。例えば、先ほどあの私が原罰化されたって言ったまあ、侮辱罪の侮辱っていうのも。 まあ、あの法務省というかあのやる側としては、まあ、それはこれまでの積み重ね明らかになってますって言うんですけれどもじゃあ法学者から見てすごい明らかというとやっぱりそうではなくて、まあ、社会通念とか言い方をするんですけど、まあ、皆さんが見てどう思うかっていうところも踏まえつつなんていうか裁判官が判断するということになってしまっています。で ただそれはなんていうか全体としてまあ曖昧な部分があるというだけであってその中核的にこれ明らかにあかんやろっていうのは多分皆さんわかると思うんですよね。 でその微妙なものはとりあえず置いといてその明らかにあかんやろっていうものをまずやめ,てさせようやめていこうっていうことをするっていう余地はまだまだ全然あると思うのでその意味でちょっと正面からお答えになってないんですけどその定義がそれほどはっきりしなくてもまだまだ進めなきゃいけないことはたくさんあるしできるんだということを共有できればと思います。 でもう1つあの感想はですけれどもすごいあの皆さんのお話を伺っていてすごいなんか素晴らしいことしかおっしゃらないなっていう <laughs> 感想でですねであのアスリートのこととしておっしゃってでそれは他のところでもそうだっていうのはお伺いしていて僕もすごく思っていてアカデミアに私はあのあの今いる立場ですけれどもやっぱアカデミアでもその24時間研究しなさいみたいな。あの

あるいはその田中さんが担当している研究者との交流とかそういったものをどんどんそのえとアカデミアとかあの普通の社会に広げ,てくださ広げていっていただきたいなでそれに僕があれあの研究者としてあるいは後輩に先輩に伝えられることがあればそこから勉強して伝えていきたいなってそういうふうに個人的にも思いました。はい、以上ですすありがとうございます すみません、隣にいらっしゃる石川佳純さん、どんなことでも構いません、何かお気づきの点、感想、えー、質問、ででででもいいい。す。すす突然が。はそうですね、私も7歳から卓球を始めてきて、やっぱりあの練習もたくさんしましたしあの、どちらかといえば、もちろん小さい頃から卓球がすべてじゃないというふうに。 あの両親には言われてきたんですけどどうしてもやっぱりオリンピックでメダルを目指そうとなるとあの卓球の中に自分の人生があるという感覚で人生の中に卓球というよりは卓球の中に人生が今まである中でこう過ごしてきたのでそれが、まあ明日で30になるんですけどあのその中でこう自分の考えあ,ありがとうございます。<laughs> あのそののの中で自分の、まあ、考え方方だったり向き合い方っていうのを あのすごくこう真剣に考えるようになって。あのこれからはやっぱり自分の人生の中に卓球があって豊かに。自分がこう人生を豊かに過ごすためのな、中の一部が卓球であったらいいなと思いますし。それ以外のことにもこう取り組んでいきたいなと思っています。今日はたくさんあの。あの勉強させていただき、本当にありがとうございました。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> すいません突然にもかかわらずありがとうございましたそろそろ、えー、お時間にはなってしまっておりますあのたくさんのご質問をあのお受けできず申し訳ありませんあの山下先生出番ですよ行きますよ <laughs> あの最後にお一人ずつからあの今日のことについてどんなことでも構いません皆さんに向けて、えー、そしてメンタルヘルスとはということで改めてまとめていただければと思います大体いい1分ぐらいにはなってしまうかもしれませんがお一人お一人、えー、お嬢さん最後にということでまずは 山下先生から松田さん、川村さんとお願いします。山下先生お願いします。あ、はい。どうもありがとうございます。あの、まあ、えっと、アスリートの皆さんにあのこういうことを喋っていただくっていうのは本当に意義深いことだと思っていて、あのアスリートのまあ、スポーツ業界もそうですし、そこからやっぱり社会全体に波及するってことがすごくあのありうる展開だと思うので、あの今日が後から振り返ったときに。 この二千二十三年の二月二十二日に、あれやったのがスタートだったよね。あっこから社会良くなったよねっていうふうになるような日に、今日がなればいいなと思って。これからも取り組んでいきたいと思います。ぜひお力添えを、これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、皆さん、今日はありがとうございました。あのー。僕、先、先日、先週の日曜日にフルマラソンを走りまして。え三、ー、時間五十五分で。 目標の4時間切りにしたんですね。でそれを有森さんに褒めていただいて、えー、自分で自分を褒めようと思ってたら有森さんが褒めてくれたんでよっしゃーってなったんですけど、大きね、あのー、大きい,いや嬉しかったんですよ。いね、はい。で、あのー、で、あのー、僕はそのスポーツを今やるっていう意味で思ってるのが、やっぱり絶対怪我をしないようにしようと思ってるんですね。でなぜならそれが仕事じゃないし、まあ運動することが好きだからやってるんですけど、で僕。 突発的じゃなければ、まあ、例えば交通事故であったりとかねで慢性的な怪我は絶対しない自信があってなぜなら現役中に散々自分の体と向き合ってあちょっとここねじれが出てきたなとか痛みが出そうだなっていうのを予見できるんですよわかるんですそうするとストレッチをしたりマッサージに行ったりちょっと違う運動をしたりっていう対処ができるんですねでそれはメンタルも全く一緒だなっていうふうに思っていてやっぱり体と一緒で心も 壊してしてまったらそここから長引くとと思うんですよだから壊さないことが大事でそのためには日々自分の心と向き合ってそれをなんかノートに書くでも日記でもいいんですけれども自分の心の動きを自分自身が理解して、えー、分かるようになるそうするとあちょっと自分疲れてきたなとか精神的しんどいなっていうのが分かって 対処することができると思うんで、ぜひそういう時間を1日5分でも10分でもいいので、自分の心と向き合う時間を作ってくれると、自分自身のメンタルをいい状態で保つっていくスキルを身につけていくことができるんじゃないかなというふうに思いました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、えっ、ー、と。まず、あのトヨタライの方々もはじめ、今ここにいらっしゃる皆まで本当にあの感謝申し上げたいと思います。あのー、僕自身あの？ 1回のアスリートということでこういう場でなんか偉そうに話をする立場ではないと思ってますけれども自分が経験したところとか今やってる活動みたいなものを皆さんに共有して,して共感していただいて社会を良くする何か一端を担えればと思っていますので今後もご,指導ごいただければと思っておりますまたメンタルヘルスに関しては先ほどウルヴェさんの発表の中にあった自分が自分である状態を保つというところがやっぱり一番 重要でじゃあそのためには何が必要かって言ったら自分とは何かを、まあ、常にやっぱり人生をかけて向き合っていくというところしかないと思ってますでこれ自体に関してはどこにも正解はないしどこにも本は売ってないしどこにも死はいないし自分自身の主人公は自分自身なのでそういう自分との向き合いにまあ逃げずにいろんなところで試しながら楽しみながら生きていくっていうのがメンタルヘルスなのかなと思ってます。 またそのメンタルヘルスがこう浮き沈みがあるっていうのもそうですけれども自分の中でその原因例えば先ほど松田さんのお話にもありましたけど太陽が出てないことが原因なのかお母さんと話ができないのが原因なのか妻とちょっと仲が悪いのか分かんないですけどそういう原因も含めていろいろ知っていくっていう作業自体がメンタルヘルスを良くしていくし自分の人生を良くしていくし自分自身を知っていく活動になると思うので。 まあそんなところを踏まえながらいわゆるプロジェクトとジャパン PDP を使ってアスリートおよび日本社会に対していい影響を与えていけたらなと思いますのでまた引き続き皆さんのご指導をいただければと思います本日はありがとうございましたありがとうございましたはいお嬢さん、はい、お願いしますえっと今日はありがとうございましたあの取材者の皆さんもあのこのような会開いていただいてありがとうございましたえー、っと今日はこうみんなと考えるメンタルヘルスというテーマであの。 こういう会をこう開いてアスリートの皆さんにこうお力をお借りしてあの企画できたわけですけれどもあの東京オリンピックの前後でそのメンタルヘルスアスリートのメンタルヘルスっていうのがあの非常に話題になってそれっていうのはいわゆるこう有名なアスリートの方が自分の心の様子をメディアを通じてお話をして。 皆さんにこうメンタルヘルスを考える機会をあの提供したんだなというふうに思っていてでそれってあのメンタルヘルスの啓発としても非常に重要なことでえとこういう機会があの他にもあったらいいなという続けたいなというふうに思ってますしでただそのえアスリートが自分の経験をえ言葉にして話すっていうだけじゃおそらくは足りなくてでそこにえっと研究者私研究者ですけどもその研究者として 実態をそこにこうそうやって示していくっていうことがよりこう説得力のあるメッセージになっていくと思うので、私自身としてはあのそういったところで貢献をしたいなという思いをあの強めたところです。はい。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。 今日は研究者の皆さんとそして現場の選手の皆さんとのお話を伺いました、えー、最後にお嬢さんがおっしゃった通り研究からエビデンスをしっかり作っていくということも大事そしてもう一つ 季節して台本などには全くなかったのですが川村さんと松田さんが別々の大事な点をご教示くださいましたそれはメンタルヘルスの中でも大きく2つでした1つは川村さんが自分が自分であるということビーイングは自分で掘っていかなければいけないものです作っていくというよりはずっと自分って何なんだろう何の目的があって生きてるんだろうとかそれこそフランクルなどをご存知の方であれば人生は 私に何を求めているのかという逆説的な質問の方が大事だなんていうようなこともありますよねと自分が自分であるということを考えることも大事だしそして松田さんが言ってくださいました「作る方メンタルヘルスを維持するために、えー、体の健康と同じように」というような例題をくださいました「心の健康の維持の種類」実はトトップアスリートでああればあるほど 心も体と同様に敏感なので松田さんがおっしゃった通りです心の不調に早く気づけるその性質があるというふうに言われていますその性質があると何が良いのか対処の種類をたくさん持っていますたくさん失敗もするし自分がコントロールできない失敗も表現極端ですができる。 その時にどのように対処するかという対処の種類をアスリートの皆さんから教えてもらうことでそれをこういろいろなところで広げていくということは大事だその上で今日トヨタ財団のこの取り組みはぜひぜひいろんなところで広めていただくきっかけになればよいのかなと思っています最後に諸外国で今やっていることはウィニングウェルです。 ウィニングはただただ勝つだけでもなくウェルです、ウィニングウェル、その選手にとって心身ともに健康であり結果を出す、でもこの結果はその人にとっての勝ち負け、つまり負けても自分が自分で入れたかどうかというようなところまでも追求するようなことが大事だというふうにも言われています、その面でももっといろいろなアスリートの皆さんからお話を伺えるきっかけがあればいいとは思っています。 さて、えー、今日は皆さんにたくさんお話を伺いました。またどこかで皆さんとご縁があれば嬉しく思います。以上でシンポジウムを終わります。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ウルヴェ様、松田様、河村様、小嶋様、山下様、そして小川様、石川様、どうもありがとうございました。皆様、パネリストの方々へ今一度大きな拍手をお送りください。 ホリストの皆様どうぞお座席の方にお戻りください。まだまだ議論がつきませんが、お時間となってしまいました。閉会の挨拶に移らさせていただきたいと思います。では、トヨタ財団理事長羽田正義よりご挨拶をさせていただきます。羽田理事長よろしくお願いいたします。今ご紹介いただきましたトヨタ財団の理事長をやっております羽田と申します。 3時間あっという間でしたね、本当に楽しくであの、いろいろ勉強させていただきまして、個人的には大変満足いたしました、で皆さん、お話が本当に上手ですねあの、これも驚きでありまして、スポーツの方は特にスポーツは上手だけど、話がそんなに上手だって印象はなかったんですけれども、あの大変皆さん、お上手にお話になりまして、これも一つ勉強させていただきました。 私は個人的には自分自身はもともと本業は学者でありましてそういう意味で何人かいらっしゃった研究者の方々と同じ仲間に属しているんですけれども3時間の学会とか研究会って普通はもう嫌になるんですねでも今日は全然嫌にならずに本当に楽しく伺うことができてよかったと思ってます。 でたくさん学んだことありましてあのこんなにノート取ることも珍しいんですがたくさん結構ノートも取らせていただきましたでまずアスリートとかそれからメンタルヘルスっていう言葉が持ってる多様性というのも随分自分自身であの改めて感じましたし何よりもこの問題の、えっと、広がりですねそれと深さこれはあの単にアスリートの問題っていうんじゃなくて、まあ、アスリートというと方を事例にと書いてありますから全体としてはメンタルヘルスの話なんですけれども。 まあ相当広広がががってまますすね話があの広がりうると思いますもちろん今日も広がったんですけれどもまあそれに加えてさらに広がっているというふうに思いましてまあもちろんその一,番一番肝心のところでは PDP の問題とかあるウェルビーイングの問題アスリート自身の問題があるんですけれどもまあそれ以外にそれの前提としてその背景にある医療の問題それから SNS メディア によるそのさっき誹謗中傷って問題ございましたけどそれと法律の関係ですとかさらには社会制度社会保障といった問題でそのさっきの誹謗中傷で言えばおそらくその後ろにあるナショナリズムといった問題も結構問題になってくるんだろうなというふうに思ってですねまあここを一つの起点にしてさまざまなところにこうあの問題をがあるのを見出すことができてでまあそれぞれについてこう研究あるいはその実際の 解決法を考えていくってくるのかなといいううふうに思いまぱり、えー、一番その気になったっていうかこれが多分一番ここのところが肝なのかなと思うのはですね金魚の金魚鉢の話がございましたけれどもあのあれでその、えっと、薬垂らせばまあいいところをその水をきれいにしないといけないっていうことですよね。でこれが大事なんだってでそれをそれに取り組みたいとおっしゃっていて。 金魚のの場合水きれいいにすするのはかななり単純な作業だと思いますしかし、まあ、私たち生きている社会ここをですねそのみんなが共有できる価値観で、えー、いいものにしましょうという時にその価値観というのは今完全には一体ではないんですよねまあ,あのより良い社会っていうふうにあるいはより良いより良い世界っていうふうに言いますけれどもみんなそういうふうに思ってるはずなのに戦争が起きたりさまざまな問題が起こるわけで、まあ、そこのところがですねだから 今あのおそらくその20世紀の半ばぐらいからしばらくのところで出来上がったその社会とかあるいは価値観というものがもう崩れていって新しい社会が出来上がってこないといけない時にどうすればいいのかってよく分かんないということだと思うんですね。で、まあ、これはまあ研究者としては本当に考えないといけない問題だなというふうに思いました。でまあ、きれいな水槽をその えー、作るように、まあ、そこにどういう価値観をこう埋め込んでいってで皆さんがあのあここに生まれてきてよかったこういう社会でに住んでよかったというに言ってもらえるようになるかっていうのはね、まあ、大きな問題で、まあ、こういう問題統一財団は本当に微力ですけれども、まあ、そういったところにあの取り組もうとしている研究者の方々あるいは実践していらっしゃる方々に、えー、ほんの少しですけれども助成をさせていただいて。 一緒に、まあ、単に助成するだけじゃなくて、一緒に考えて、一緒に行動していきたいというふうに思っております。でまあ、今回のこのシンポジウム自体は、本当にあの第1回の試みで、えー、そういう意味では、あのまだいろいろ不慣れなところもあったりして、ご迷惑かけたこともあったかもしれませんけれども、まあ、これで終わりではありませんで、これはスターティングポイントでありますので、ぜひあの今回、えー、ご参加いただきましたあの方々は、ですねこれに懲りずに、あの どんどん仲間を広げて、2回、3回とシンポジウムを続けていっていただきたい、あるいは私たちとしてその続けていくようにお手伝いしたいというふうに思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。特に会場に今日いらっしゃってくださった方々、それから最後までインターネットで、オンラインでこのシンポジウムをご覧くださった方々に、心からの御礼を申し上げまして、簡単ですけれども、閉会の挨拶とさせていただきます。 今日は本当にありがとうございました羽田理事長ありがとうございました皆様本日は長時間にわたりご参加いただき誠にありがとうございましたこれにて豊田財団シンポジウムみんなと考えるメンタルヘルスアスリートという生き方を事例にを終了いたします それでは本日はご参加いただき誠にありがとうございました本日の登山者の方々がご退室となります皆様今一度大きな拍手でお送りください 本日はトヨタ財団シンポジウムみんなと考えるメンタルヘルスアスリートという生き方を事例ににご参加いただきまして誠にありがとうございましたオンライン参加の方はウェビナーからご退出くださいご来場の皆様はお気をつけてお帰りください改めまして本日はご参加誠にありがとうございました